値下げ交渉には対応しませんのでご了承ください。コメント失礼します。お値下げは可能でしょうか？クソバカが。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タクさんこんばんは。こんばんは。この前メルカリで買い物をしていたら、その辺に落ちてそうな金属片を大量に出品してる人がいました。商品説明もなんかよくわからないスピスピな文章で闇を感じました。あれって普通に詐欺なんじゃないんですか？よかったら取り上げてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。はい、まあこれスピスピの実の能力とか言われてますけども、今日はですね、こういったメルカリにはびこってるちょっとよろしくない商品について紹介しようかなと思うんですけど、こういうのに限らずですね、ついつい買っちゃう人っていうのを調べてたら、ちょっと一個面白いテストがあったんで、やってもいいですか？いきます。あなたはスポーツ用品店でバットとボールを買おうとしています。バットとボールの合計金額が1100円、バットはボールよりも1000円高いです。ではボールの金額はいくらでしょうか、とこういう問題なんですけど、こちらちょっと考えたい方はちょっと止めて考えてほしいんですけど、こちら正解はボールの値段が50円でして、で1000円高いバットが1050円ということで、この2点の合計が1100円、金額差は1000円となってるんですけども、直感で100円と答えた方はですね、答えを聞いてよく考えたら1200円になってしまうなとなると思うんですけど、これが自分の熟慮性、つまり自分が立てた仮説が本当に正しいのかどうか、それをどれだけ立ち止まって考慮することができるかっていうね、その力を問う認知反射テスト問題らしいんですよ。いや、ただの引っ掛け問題じゃないと思ったんですけど、つまりとっさに100円って答えた方はこの熟慮性が低いという可能性があるということなんですけど、今日の動画はそんなあなたのための動画です。ちなみに僕は最初答え聞いても納得してません。そういった方は老害予備軍です。ならば早速本題なんですけど、普段メルカリをよく使うという方は知ってる方多いと思うんですけど、最近このメルカリでちょっと怪しい商品が大量に出品されているそうでして、百聞は一見にしかなんちゃらということで、早速僕が見つけた実際に誰かがもう購入してた商品いくつか紹介します。まずはこちらです。こちら商品名、電磁波対策高濃度マイクロカーボンスチール CMC 強力 5G 対策ゼロ磁波。長いの。一応こちら商品説明としては、人々生きる中で脳から発せられる電気信号によってあらゆる選択をしておりますが、スマートフォンやパソコン、 Wi-Fi、 その他様々な電化製品から発せられる有害な電磁波の影響により取り返しのつかない健康被害が引き起こされております。この高濃度 MCS 小型スタビライザーは内部炭素含有量の多い鋳鉄を原材料に使用しているため、従来の電磁波対策製品の7倍以上の電磁波を防ぐことが可能になります。なるほどね、その手があったか。スピスピですけども、まあギュッとするとこれを身につけることで電子製品から発せられる電磁波を防げるということなんですけど、実際の商品の写真いきましょうか。こちら、わーしょぼい。これにそんな機能あったらイーロンマスクが黙ってないぞ。これは完全にあれやん、ボルトとか締めるときにかませるやつね。どっちが上だったっけみたいな、わからなくなるやつ、ワッシャーって言うんですかね、これ。でこの商品の気になるお値段がですね、なんと1500円。高っ。30個入りで200円とかで買えるでしょこれ。他にも探したら2枚で2500円とかで出品されてて、しっかり売り切れてる商品ありました。ではお次の商品です。こちら商品名、 5G 電波攻撃対策集団ストーカー対策軽量小型化パラメリアということで、さっきと似たように怪しいワードが散らばってますけども、商品説明としては、普通のパラメリアとは違い、パラメリア何、 30g と軽量小型パラメリアになります。特殊コイル状の FE と特殊な 4.1O2 が通常の 4.5 倍の電磁波攻撃も跳ねのける構造となり開発されました。身につけておくことで 4.5 倍の電磁波攻撃を 98% 防ぐことができます。うん、 98% がなかなか有能そうな商品なんですけど、実際の商品こちらです。うん、金たばし。気になるお値段はですね、1480円。こちらもしっかりと売り切れてました。でちょっとね、見つけきれはしなかったんですけど、ちょっと前まではですね、電磁波対策指向盗聴防止用つってどこでも売ってそうなアルミホイルが1本8000円で売られてました。これを使った頭を覆える帽子を作ったりするみたいです。ちなみに売り切れてました。でこれが目立つようになったのが今年の頭ぐらいですかね。メルカリがとんでもない状況になってるんですけど、ちなみにこういった商品にほぼほぼ共通して出てくるワードで、電磁波対策とか集団ストーカー指向盗聴防止、まあ一体何のことを言ってるのかと、これ皆さんわかりますか。これが数年前から陰謀論界隈で囁かれてる一つでして、要は政府やそれを動かす裏の組織、権力者等が国民を監視する目的で電磁波を通じて頭の中で考えてることを盗聴してるという話があるんですよ。ね、それを盗聴したところで誰得なんだと。日本国民であれば1億人以上の人の脳を盗聴するって、そんな人数で誰がって話になってくるんですけども、この陰謀論っていうのはブレインインターフェースってね、脳チップの外付けバージョンみたいな話なんですけど、頭に特殊な機材を装着して脳波をパソコンに送ることで、スマホのタッチパネルを脳波だけで操作したりとか、ロボットアームを動かしたりするっていうね、先端技術はあるんですよ。でこの技術が出てきたぐらいから思考を盗聴できるんじゃないかみたいな、さっきの陰謀論が急速に広まり始めました。じゃあ仮に権力者が僕らの思考を盗もうとしてるこの陰謀論が100歩譲って本当だったと仮定して、冒頭で紹介したようなワッシャーとかアルミホイルでその電磁波を防ぐことができるのかというところなんですけど、結論、多少は防げるかもしれない。防げるんかい。でもほぼほぼ防げません。というのも、電磁波自体を完全に遮断するには、例えばエレベーターみたいな金属製の箱に入らないといけません。それでも若干入るんで、完全に防ぐにはもっとごつやつが必要です。ただ実際に使ったことがないんで完全に否定するのは難しいんですけど、ただやっぱり世間の反応からしたら、陰謀論者を騙すためのかなり際どい
い商法なんじゃないか、そういった意見が多いです。一方でこれをメルカリは良しとしてるのかっていう話なんですけど、メルカリ運営に直接問い合わせた方の記事があって、ね、その方曰く返ってきた返答としては、これまでもメルカリ上で出品されている商品が各種法令違反に該当する場合に当該出品者の削除や出品者の利用制限をしているところではございます。なお個別の出品物に対する個々の対応については本件関わらずコメントは差し控えさせていただいておりますというもので、まあ一応メルカリの運営側もこうした状況に対して少なくとも問題視はしてて、ちょっとずつ対策してるという風な感じじゃないかなと思うんですけど、まあただ本気で商品の効果を信じた上で売ってる人に関しては何とも言い難いんですけど、ただこういった陰謀論につけ込んで相手を騙す目的で売ってる人も中にはいるんですよね。それはもうカスですよね。でしかもこの電磁波攻撃に関する陰謀論、特に何の根拠もなしに完全に信じきってる人って結構たくさんいて、例えばネットで電磁波攻撃探偵で検索すると、電磁波攻撃を受けてる方へ一人で悩まずご相談くださいみたいな、そういった広告を出してる探偵事務所たくさん出てきます。これが探偵業界の方によるとですね、こうした広告経由で相談に来る人の多くが思考盗聴の被害を受けてると訴えてる人らしいんですよ。そういう相談に対して1日数万円、数ヶ月数百万の調査費で受けるところもあるらしいんですよ。もちろんね、それを本気で調べるとしてる人いないとは完全には言い切れないんですけど、判断力が不十分な人を騙すというね、卑劣な行為だろうと探偵業界内でも言われています。なのでやっぱり調査後にですね、科学的でも何でもないめちゃくちゃいい加減な調査結果をクライアントに提示して、実際にそういうのありましたみたいな、報酬はしっかり回収するみたいな、そういう悪徳な探偵事務所もあるっていうのが理由の一つです。っていうのもこういうものを買う人とかクライアントの層として、ちょっと踏み込んだこと言いますけども、統合失調症なんかの精神疾患を持たれてる方も一定数いるんですよ。この統合失調症っていうのは脳の機能の調整がうまくいかなくて、幻聴とか妄想にとらわれて生活がしづらいというもので、患ってる本人は自分がこの病気だと認識するのがすごい難しいんですよね。患者さんは実際に起こってない被害でも自分がつきまといを受けてるとか、そういう風に考えてしまって、まあそれがね、周りには共感されないんで孤立したりと、さらに悪化を生むんですね。なのでもしまず集団ストーカー、思考盗聴、電磁波攻撃に遭って困ってると言ってる人がいるならば、それはまず最初に疑うべきは精神的な病気なんじゃないかなというところでね、さっきの怪しい商品を勧めたりとか探偵に依頼したりとかする前に病院にかかることを勧めるのが大事なんですよね。これ実際投薬治療とかで症状をコントロールできることもあります。なのでその中には病気で孤立した人を騙してお金を取ってるゴミ以下の人間がいるということです。そういう患者のクライアントに集団ストーカーが存在するとはっきり明言して、調査まで持っていく悪徳業者みたいな、そういったものの具体例も出てきてます。なのでむしろちゃんと相談に乗ってもらえたとか解決してもらったと感じているので、表だって大きな問題になってないだけで、潜在的な被害件数っていうのは想像しているよりもずっと多いんじゃないかと思いますね。実際国民生活センターに消費者トラブルとして相談されている例も増えてきています。ただ昨今こういった効果がはっきりわからないサービスとか商品、たびたび話題になってますよね。これが例えば今年の8月俳優の久保田正隆さんがですね、自身のインスタグラムに投稿した民間療法というのが話題になりました。この投稿内容というのが、ルート治療すさまじい、身体と健康に興味が湧いてから自分なりの気づき体験をしてきたけど、魂の根幹までぶち抜いてくれる施術は生まれて初めてでした、この体感はえげつない、こういった文章で一緒に写真も投稿してたんですけど、それがこちら。ヘルリーザーやん。ちょっとモザイクだと分かりづらいんですけど、顔とか頭皮に結構ぶっとい針が数十本ぶっ刺さってるんですよ。でこれがですね、針どころ白川っていうね、自称助念師の方がされてる鍼灸院でして、キャッチコピー助念師ルート治療新宿、施術費30分20万円中古の軽自動車買える。で院の紹介文にはですね、あらゆる箇所の体の痛みをはじめ、内臓疾患から神経症状まで病院に行っても原因はないと言われ、気休めの薬だけを出してもらうだけ、そのような症状お悩みを取り除くことを専門でやらせていただいている、いわゆる最後の駆け込み寺を自信持ってお任せいただいておりますとありました。このルート治療の肝心な効能としてはですね、全部で43個あると。ちょっと気になったやつだけ抜粋するんですけど、1本目、自分の人生において正しい方向目的に進もうとし始める。1発目から壮大、運が良くなる、仕事が舞い込んでくる、嫌なことが起こらなくなってくる、刺したままパチンコ行きます、真理に気づきやすくなる、社会常識がくだらなく思えてくる、それは残した方がいいんじゃないか、パーキンソンや適応障害、健忘症、認知症や出願症などの脳の病気改善、急なノーベル賞ものの成果、 SNS のフォロワーが増えやすくなる、全然関係ないやん。はい、これが効能なんですけど、完全否定するのは良くないと思うんですけど、いくら検索してもね、これをすることでここがこうなるからみたいな医学的なエビデンスは残念ながら出てきませんでした。ただ実際に効果があるかどうかは20万払って施術した人にしか分かりません。他にもですね、令和の虎の主催岩井義明さんが9月15日に肺がんによって亡くなられたんですけど、岩井さんが通っていたとされている民間療法があるんですよね。もちろん亡くなられたことと今から紹介する民間療法には何か因果関係があるという話ではないんで、あくまでも死因は肺がんなんですけど、結構これが今 SNS では問題されておりまして、この中にメタトロンっていうね、量子波動検査治療と呼ばれているものがあって、もともとロシアかなんかで開発された療法なんですけど、まず波動測定マシンっていう機械を使って体の不調とか原因、さらには感情も分析できるというんですよ。服を着たまま専用のヘッドホンをつけて検査を行って、いろんな病気の原因がすぐに分かるというもの。体の状態が悪い箇所っていうのが健康時に比べて周波数が変わるというもので、そこを正しい周波数に整えていくっていう、これ波動セラピーなんですけど、
ど、ネットを見たら効果あるという意見もあるはあるんですけど、ただこの治療って西洋医学を補完するためのもので、あくまでも予防医療のジャンルみたいなんですよ。確かに機械を使って体の不調箇所っていうのは判別できることもあるけれども、それを波動セラピーでピンポイントで治せるかと言われると、そこはエビデンス不足なのかなってイメージでしたね。はい、民間のサービスについても紹介したんですけど、メルカリの話に戻して、ではなぜ人はこういった陰謀論を信じてしまうのかと、なぜ詐欺商品に騙されてしまうのかというところなんですけど、数ある理由の中でもちょっと納得したのが、鹿児島大学人文学科の大園博樹准教授って方が行った研究で、例えばオウム真理教が高学歴の若者を信者として集めていたことを例に挙げて、社会的な不満や不安を持ったインテルほど陰謀論にはまりやすいんじゃないかっていうね、こういったイメージを科学的に証明できるかっていうテーマで研究を行って、じゃあその結果が、当初考えていた社会的不満を持ったインテルは陰謀論にはまりやすいっていう傾向は見つけられなかったんですけど、その代わり社会的に不満や不安が高い人、そして熟慮性が低い人ほど陰謀論にはまりやすい傾向にあるということを発見しました。つまり情報はいち早く取り入れるけども、その情報を自分の中で噛み砕いて理解して疑ったりする能力には欠けてるということです。だから社会的な不満に関しては一個人じゃどうしようもない部分はあるんですけど、一旦取り入れた情報を自分の頭の中で整理する力っていうのは意識すれば磨けるところでもあるんですよね。じゃあなぜこういった情報が出回ってるのか、誰が発信してるのか、どれくらい正しいか、なぜそう言えるのかと、特にですね、こういった情報社会に今些細な疑問を持って自分で考えるってことがすごい大事なんですよね。逆にですよ、さっきから言ってますけど、絶対にそれはありえないだろって完全に証明するのが難しいんですよね。っていうのも、存在する根拠とか理由はたくさんバーって並べられるけども、完全にそれがないでしょっていうための根拠とか証拠ってなかなか集めにくいんですよ。これを悪魔の証明なんて言うんですけど、だからこそ人間っていうのは反対の可能性を考慮せずに自分の心の拠り所になるような陰謀論にどんどんハマっていくのかなと思いました。ハマる分はいいんですけどね、それを押し付けたりとか、それでお金使っちゃったりっていうのがちょっとまずいよっていう話ですね。特に今回のメルカリの件についてはちょっとひどいなと思ったんで動画撮りました。あくまで個人の感想です。予選敗退でーす。ふわちゃん元気にしとんかな。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。たかさん、こんばんは。こんばんは。最近 SNS で著名人が誤爆投稿する誤爆事件起きてますが、誤爆投稿でやらかした人たちをまとめていただくことは可能でしょうか。またたかさんの誤爆した話ありましたらお伺いしたいですということなんですけど、僕あんまりツイートしないでほぼほぼないんですけど、動画で誤字してしまったことをツイッターで訂正したら、その訂正ツイートも誤字ってて、その誤字のことよりももう休んでくださいというコメントが大量に来たことですね。これは聞きましたね。まあ、そんな今日はこの SNS の誤爆投稿について触れていこうと思うんですけど、まずこの誤爆っていうのはですね、そもそも爆弾を間違えて爆発させたとか、味方の軍を誤って爆撃したとか、いわば軍事用語だったんですけど、めちゃくちゃ物騒な言葉だったんですけどね、それがネット上のスラング用語として使われるようになって、本来投稿しようと思っていた場所と違う場所に投稿してしまったとか、書くべきじゃないことを書いてしまったとか、そういったものを誤爆投稿と呼ぶようになったんですけど、ただ本物の爆弾と同じぐらい破壊することもあって、あのフワちゃんも送るつもりではなかったものを誤爆で投稿して偉いことになりましたね。まあ、これが安子オリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですと、当時開催中だったパリオリンに関連付けて投稿したんですけど、それに対してフワちゃんが4日引用ポストで、お前は偉くないので死んでください、予選敗退でーすとね、今改めて聞いてもあまりにも不謹慎な投稿を行いました。その後すぐに投稿は消去されたんですけども、その投稿を写したスクショっていうのは拡散されていて、事態を知ったヤスコさんがとっても悲しい、これ投稿しました。これを受けて X は、裏垢と間違えたのか知らんけど、フワの本性をえぐようなヤスコがかわいそうすぎる、フワちゃんって性格悪かったんだ、裏の顔怖すぎる、もうフワちゃんでは笑えないと、そういった声が上がりました。結果これに対して企業サイトはですね、騒動から2日後、同月の6日には彼女の出演する Google Pixel の CM は公開停止、9日にはパーソナリティを務めるフワちゃんオールナイト日本ゼロの降板処分が決定しました。その後8日、 X で長文の謝罪文を投稿、5日に投稿した謝罪ポストに続いて改めて謝罪を報告したんですけども、これでは本人に謝罪した、そしてアカウントが乗っ取られたとか裏垢から載せるとしたものではなく、私自身がしたものであると述べました。さらにやすこさんの投稿に対して、これにアンチがつくならといった趣旨で本件の投稿内容を書き込んだところ、操作を誤って投稿に至ったと説明しています。テレビ局もですね、出演シーンをカットせざるを得ない状況になってるみたいなんですけど、今後どうなっていくんですかね、永久追放になってしまうんでしょうか。まあ今日はそういったものを紹介していくんですけど、次2つ目、すんごいところに噛みついちゃったってやつで、声優とアイドルの活動を両立する女性5人アイドルグループアイリスの公式 X のアカウントが不適切なポストをしたっつって話題になってるんですけど、これが今年の5月、37歳年下の一般女性と不倫していたことが週刊文春で報じられたレジェンド声優の古谷徹さん、こちら X にて週刊誌報道についての謝罪と報告という投稿を行った際、このポストを引用する形で、おじいちゃん何やってるんわらと投稿したってもので、すぐに X 上では一部ファンから乗っ取りじゃないかっていう声とか、個人の端末で公式にログインするなと、そういった指摘の声上がっていたんですけど、これ結局結論としてはその通りで、まあ、運営スタッフの方がやらかして個人の方で投稿しようと思っていたやつをこれ公式で投稿しちゃったらしくて、その後問題の投稿は消されて、同アカウントで数時間後、不適切なポストについてのお詫びとして謝罪文が投稿されました。これよく見たら、不適切な言動による不倫騒動の謝罪文のポストに対して不適切なポストをして、またその投稿に対して謝罪文のポストをするみたいな、なんか変なループになってるんですよ。一回どっかで整理した方がいいやろみたいな。他にも有名なものでいくと、かなり前にあったお笑いコンビ阿佐ヶ谷姉妹さんの誤爆ツイートなんですけど、これが2016年6
6月アレ担当の渡辺恵里子さんが旧ツイッターでカラオケ終わって八日堂にいます、今うちにトマトってありましたっけとですね、まあ、妹担当の木村美穂さん宛ての個人的なメッセージを誤って投稿しました。すぐにその2分後すみません美穂さんに LINE で送ったはずが何を寝ぼけていたのか全世界に聞いてしまいましたとですねリプライで謝罪したんですけど、当時ですねインプレッション数が2400万を超えて LINE 流出というワードがトレンド入りすることになりました。これはめちゃくちゃほっこりするんですけど、この時のことを振り返って、まあ、ツイッターを始めてまだ半年ぐらいだったらしくて、まあ、アプリを間違えて投稿したそうですね。次4つ目、俳優の竹内涼真さんなんですけど、こちら爽やかイケメン俳優が5フォローしていた疑惑が上がって話題になったってもので、2022年11月13日旧ツイッター上で女性との出会いとか出会った女性との行為中の様子を収めた動画をアップすることでフォロワーを増やすとかなどを目的としたアカウント、まあ、通称裏垢男子と呼ばれてるアカウントをフォローして即フォローを外したことが明らかになったってもので、おそらく誰かが彼のフォロー欄を見ていたのか何かしらの方法で駆けつけられてそれが広がったのか分かんないですけど、その後翌日ですね竹内さんがアカウント乗っ取りなのかゴタップなのか分かりませんが原因調べ中です、どちらにしろファンの皆さんびっくりさせてごめんなさい、気をつけますね、俺もびっくり恥ずかしいとですね、気づいたらなんかフォローされてたんだよねみたいなことを言ったんですけど、龍馬分かるよ。ちなみに実は1年前も出会い系アプリの PR 投稿でなんか女性の群れが並んだ画像が添付されている投稿をリツイートしたことがあって、かつて出演したバラエティ番組でも群れが好きですって公言していたこともあって、もう最高だろうがエロイケメン、天下の竹内龍馬も同じ男だということが分かって安心したという声が上がっていました。不意に流れてくるそういうエロ投稿が一番興奮するんだよな。じゃあここから国とか機関とか企業の誤爆も見ていくんですけど、まず直近で話題になったものでいくと目覚ましテレビですね。これから今年の5月フジテレビ系の朝の情報番組目覚ましテレビの公式アカウントが X でハッシュタグノンストップ死後は爆速で帰ってきたら間に合った、おはようふかさんずっと変わらずお手振りしてくれるの可愛いねとポストしました。こちらが生放送の目覚ましのオンエア明けに急いでノンストップに出演したスノーマンの深澤さんを見て放送に間に合ったね可愛いねと感想を書き込んだ内容なんですけど、この投稿というのがすぐに消されたんですけど、このスクショは拡散されました。結果 X 上ではこれ結構普通にヤバすぎといった危惧する声が上がる一方、番組の SNS を管理してるのが若いスタッフだったんじゃないかと、そういったことを見越して純粋に深澤さんのこと好きなんだろうなっていうのが伝わってくるからまだいい、急いで帰ってきたからアカウント切り替えるの忘れちゃったのかなといった声がありました。でいろいろと騒がせていたんですけど、その後同アカウントこの日の18時頃にですね、こちらの公式 X にて本日番組スタッフが誤って個人的な投稿をしました、大変失礼しましたと謝罪ポストが行われました。次に財務省、これが2022年2月旧ツイッターで財務省の公式アカウントがテストっていう謎すぎるひらがな3文字をツイートしました。すぐ拡散されたんですが、投稿から30分後お詫びと題して謝罪文をツイート、当該ツイートは消されました。何の前触れもなく投下されたこちらの投稿、3831リツイート、631引用リツイート、6768いいねされました。 SNS 上ではテストっていうだけでバズれていいな、赤ちゃんみたいなツイートしてて草、テストとバイトで疲れ果てたけど元気出た、そういった声が上がりました。まあ、本当に何かをテストしたかったのかこれ以上詳細不明です。次に株式会社モンベルというアウトドア用品の製造とかを手掛ける会社の公式アカウントが政治問題に対して文句を誤爆したってもので、これは2020年8月療養ホテル加工数ゼロの沖縄に不快感、菅氏何回となく促したっていうね、当時官房長官菅義偉氏の記者会見での発言を取り上げたウェブ記事を引用して、俺は菅に不快感を示したい、 GoTo で沖縄に多くの観光客を送り込んでいてどの口が言うのかとツイートしました。記事内では沖縄県の新型コロナウイルス患者の軽症者療養向けホテルが十分でないことについて、政府としてもホテルとか宿泊施設側と十分にやり取りをして確保すべきだと促していますよと言ってるんですけど、それに対して GoTo トラベルで観光を推進しておいてその態度はないだろうという見解を述べてるんですけど、この後ツイートすぐ消されて翌日同アカウントで誤って不適切なツイートを投稿しました、担当者の個人的な見解で会社とは一切関係ありません、お騒がせして申し訳ありませんでしたと謝罪文が投稿されました。これもまた担当者の個人的な内容を投稿したんですけど、結果 SNS 上では日本のアウトドアメーカーの有名ブランドの誤爆ということもあってがっかりしたという声もあった一方、同一端末で会社のアカウントと個人アカウントを使うのはやめた方がいいんじゃないかとそういった意見が多く上がりましたね。次にムーミンさんです。これが2020年4月18日の朝5時16分、ムーミンの公式アカウントがベッドに結婚なぜっていうね、ちょっと怖すぎる誤爆しました。ネット上では自でしょとか、そら寝ぼけてる時間帯に結婚なんか見たら焦って誤爆もするわなという反応がありました。この後投稿は消去されました。次結構前なんですけど、2013年10月セガ公式アカウントで増税消費を絞るしかない嗜好品終了のお知らせとかワロス、まず削るのは飲食10だろ JK とね、わけわかんないツイートされました。これおそらく増税したら楽しみがなくなる的なことを言いたかったと思うんですけど、このツイートの担当者、まあ、プライベートで書き込むつもりがアカウントを間違えてツイートしたってものでその後消され謝罪が行われました。マジ多すぎっすね。で次がですね、翌年の2014年5月アニメデュエルマスターズの公式が高校生のセックスなんて土手で十分ですよっていうね、まあ、アニメのストーリーとか雰囲気とか全然関係ない内容ツイートしました。この投稿今でもなんかDMA関連の話題だったりとか問題が起こることに掘り返されます。これネットミームになってますね。あと最後ちょっと事件性があるもので、これが2021年3月タワーレコード川崎店の公式ツイッターアカウントが来週募集します、飲んでるんでそのままで平気です、横浜あたり条件 DM くださいとですね、ネットが一時ざわついたんですけど、パッと見た感じバイト募集とか飲みの誘いの誤爆のようにも見えるんですけど、これですねよく見るとある界隈の隠語として用いられることがあるそうで、っていうのも飲んでるんでそのままで平気です、これは避妊薬を飲んでるんで避妊具なしでの性行為が可
可能ということを指していたりとか、条件 DM くださいというものを、こういった場においては価格交渉して条件を提示させることを意味することが含まれています。なのでもしかしたら援助交際もしくはパパ活の募集だったんじゃないかと炎上しました。結論としてこれ従業員による投稿なのか乗っ取りなのか誰の仕業だったのかすら分かっておりません。その後ガイドのツイートは確認できなくて、この誘いに反応したアカウントを大量ブロックしたからなのかアカウントも一時制限されました。これはちょっと真相分かってないんですけど、やばいですね。はい、というわけで今話題の誤爆ポストから誤爆ツイート紹介しました。まあ一つ言えることは、個人アカウントと企業アカウント、そしてエロアカは分けましょうねということでございます。まあ皆さん、ポスト一つで人生が壊れることもありますんで、 SNS に余計なことは書くな。全て関明夫先生の言う通りでした。よう、取られた4万、入ってたパンパン、俺はカンカン、犯人はルンルン、目を離した15分、取られる前はキムジョンフン、取ったあいつはキムジョンウン、犯人は間もなく公開処刑、それまでせいぜい後悔しとけ。あーい。さあ、そんなチェケラな今日なんですけど、ディスニーさんからこんな DM でした。タクさん、こんにちは、こんばんは。最近アメリカの有名人たちが大変なことになってることをご存知でしょうか。ディディという大御所ラッパーに関するニュースなのですが、この方は最近性的人身売買、恐喝、売春行為への関与などたくさんの容疑で逮捕されています。しかしこれは氷山の一角に過ぎなくて、深掘りするとたくさんの被害者や真実噂が上がってきており、アメリカ中が震撼しているとのことです。日本では具体的にはあまり報道されておらず、いろんな方に知ってもらいたくご連絡しました。よければ取り上げてください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。あ、タックがラッパーを取り上げるんだみたいな声がたくさん聞こえるんですけど、ただこの件に関しましては僕もびっくりするぐらいね、大量にリクエストが届いておりまして、内心ラッパーは専門外だしなとか思いましたけども、まあ、おそらく皆さんの中にもね、やんわりとなんか聞いたぞという方が多いと思うんですよ。これが今主にですね、アメリカで爆発的で話題になってるある大御所ラッパー兼プロデューサーに関する話なんですよ。調べましたらですね、内容もスケール感もですね、あの大富豪の実業家が性的暴行で逮捕されたエプスタイン事件、これあったと思うんですけど、これを彷彿とするものがあって、結構とんでもない事件なんですよ。ただ音楽に関してはあんま詳しくないので、今日はですねこの件について調べた限りの情報プラスですね、僕の動画でちょくちょく出てくるアメリカと日本のハーフの昔からの友達がいるんですけど、カラオケでラップゴッド歌ってちょっと何歌ってんのみたいな空気になるぐらい大好きなんで、ちょっと彼から聞いた現地というかアメリカ人視点の情報も入れていこうかなと思います。ただあんま取り上げないとはいえですね、せっかく紹介するんだったらヒップホップに詳しい方でも楽しめる内容にしたかったんで、動画の途中で海外ラッパーのちょっとややこしい名前がちょくちょく出てくるんですけど、あんまり気にせずスルーしてください。あの、僕はマジで一人も分かりませんでした。ということで前置き長くなったんですけど、そもそもこのディディとは何者で、一体何をやらかしたのかというところから、まずディディもしくはハフダディこと本名ショーン・コムズ、こちらアメリカニューヨーク州のハーレム地区っていうね、90年代くらいまではめちゃくちゃ治安が悪くて有名だったエリア出身の音楽プロデューサー兼ラッパー兼実業家、現在54歳の男性です。いろんな呼び方があるんですけど、今日はこのディディで統一します。で、特に音楽プロデューサーとしてはアメリカでもトップクラスの影響力を持っていて、彼が1993年に立ち上げて最高責任者を務めるレコーディングレベルバッドボーイズエンターテイメント、有名なラッパーだと歴代最高ラッパーの一人とも称されるノートリアス B.I.G. 通称ビギーなどを輩出した超大手のレーベルになります。僕のアメリカ人の友人曰く、同じくラッパーで実業家のドクター・ドレーという方がいるんですけど、このドクター・ドレー同様、アメリカのヒップホップ界を長年牽引してきた、特にアメリカ東側のラッパーを牛耳ってきたボス的な存在だと。大御所度合いとしてはちょっと例えでね使用すると悪いんですけども、日本の芸能界でいくと明石家さんまさんクラスのビッグネームだということです。ただバッドボーイっていうね、ここでもう確定演出だったっていう話なんですけど、でこのディディのこれまでの活動としては、音楽だけにとどまらず俳優業とか映像のプロダクション、レストランチェーン経営、ファッションブランドの経営など多岐にわたりまして、アメリカの経済誌フォーブスが発表したアメリカで最も裕福なセレブリティランキング、これ2018年版で、あのタイガーウッズすらもしのぐ堂々の第8位にランクインしたんですよ。総資産は8億2000万ドル、日本円では1200億にも上ると考えられています。化け物だよ。ただそんな大成功とは裏腹に、昔からアメリカの音楽業界を中心にですね、このディディに関する黒い噂っていうのが絶えなくて、例えば暴力、恐喝、レイプ、ドラッグ、さらには彼の周りで起こる不可解な死についても長年いろんな噂が飛び交っていました。特に彼が定期的に開催するフリークオフっていうね、いわゆる乱行パーティーみたいなのがとにかくヤバいという噂は昔からあって、長年アメリカのエンタメ業界の中では当然の秘密として片付けられてきたと言われています。これはねまた後ほどガッツリ紹介するんですけど、じゃあそんなディディに今回一体何があったのかというところなんですけど、まず事の発端は去年の11月、ディディの元恋人で2000年代にブレイクしたキャッシーというシンガーの方がいて、ここからはキャッシーと呼ぶんですけど、彼女が交際関係にあった2007年から2018年までの間に複数回にわたって虐待を受けていたと告発して訴訟を起こしたんですね。この内容もなかなかひどくて、例えば日常的に身体的な虐待やレイプをされたり、一緒に出かけるときは拳銃を持つように指示されたり、あとは男性セックスワーカーとの性
性行為を強要されたこともあると主張しました。こうした状況から抜け出そうと2018年に一度ですね、勇気を振り絞って別れ話を切り出したら、その後 DD の取り巻きに捕まってしまって、ブチ切れた DD にレイプされたという内容も告発したんですよ。ただ実はその後訴訟を起こした24時間以内に2人の間で和解が成立したと報道されました。じゃあ具体的にその和解金いくらもらったのかについては非公開なんですけど、このキャッシーの弁護士曰くですね、この時 DD 側が提示してきた8桁の和解金を断ったと言われています。つまりそれ以上ということですね。相当な金額なんで内容もその分ひどかったんだろうなと思います。ちなみにここは全然関係ないんですけど、2011年に一度 DD とキャッシーの関係が一時的に悪化したつって、キャッシーはキッドカディっていうね、また別のラッパーと一時的に付き合ってたって言うんですよ。これにブチ切れてキッドカディの車を爆破する計画を練ってるとキャッシーを脅したって言うんです。で実際どうなったのか、これキッドカディ曰くですね、車を止めていたら本当に車が爆発したと明かしたんですよ。ただこの時キッドカディは幸いにも友人の自宅にいたんで無傷だったそうです。マフィア映画とかでしか聞いたことない。で話を戻すと、実はこのキャッシーによる告発っていうのはほんの始まりだったんですよ。その後キャッシーに続くように被害に遭った他の女性たちが次々と告発を始めました。1991年に学生だった女性はですね、当時 DD にドラッグを飲まされた上性的暴行を受けたと、しかもその様子を録画されて音楽業界の関係者にばらまかれたと告発。続いて1990年に当時16歳だったという女性もほぼ同様の内容を告発してます。で翌月の12月には2003年に当時17歳だった女性が DD およびバッドボーイズエンターテインメントの元社長ハーベ・ピエールから集団で性的暴行そして人身売買を受けたとして訴訟を起こしました。ただ DD はこれらの告発を全面的に否定しています。まだ確定はしてないんですけど、もし本当だったらガチモンのクズです。で実は告発したのはこの女性の被害者だけじゃなくて、今年の2月に入ってからはディディの最新アルバムのプロデュースを務めたリル・ロッドという方が2022年から1年ほどディディと同居していたというんですよ。その時彼から何度も性器や肛門を触られるなどの性的な嫌がらせを受けたり、人身売買を斡旋するよう求められたり、未成年とこのディディの性行為をカメラで録画させられたりとか、あとは麻薬とか銃器を提供するように求められたとも主張してます。あとパーティーの時に参加者の飲み物にドラッグを入れて提供しているのを目撃したと、そういった内容も告発しました。はい、ただこういった黒い噂昔からあったみたいなんですけど、立て続けに具体的な告発をされてるのっていうのが初めてのことなんですね。やはりこの人物の音楽業界における影響力とか、自分が性暴力を受けてる映像を握られてる、後ほどお話しするストリートギャングとの関係性なんかを恐れて、なかなか表沙汰にする勇気のある人がいなかったんだろうと、そういう風に考えられています。要は報復を恐れていたってことですね。実際今年に入ってから間もなくしてディディが匿名で裁判を起こした女性の身元をしつこく知りたがっていたという報道もありました。だから告発する当事者としてはめちゃくちゃ怖いんですよ。ただそれも先ほどの被害者たちが告発しようと思った背景としては、ニューヨーク州では成人サバイバー法っていうね、2022年11月、そして2023年11月までの期間内に限って虐待がいつ発生したかに関係なく訴えを起こすことができるという法律が2022年に制定されたんですよ。この法律の施行が終了する間際のタイミングだったんですよ。なのでこうした長年沈黙を貫いてきた被害者たちが一斉に訴えを起こし始めたんじゃないかとも考えられています。ただやはり大きかったのは先陣を切ったキャッシーですよね。パンドラの箱をこじ開けてくれたというか、最初にこの彼女の告発がなければここまで取り沙汰されてなかった可能性が非常に高いんですよ。そう考えるとなおさら恐ろしいことですね。で以上こうした数々の告発を踏まえて、今年の3月25日国土安全保障省と連邦政府から FBI ですね、指揮のもとディディがマイアミおよびビバリーヒルズに所有している2つの自宅にて大規模な家宅捜索が行われました。この時当時のニューヨークタイムズ紙に国家安全保障省が進行中の捜査の一環として法の執行を行ったとコメントしました。ただこの時はまだですね、このディディ本人に何の疑いが持たれているのかと、そういった具体的な容疑は何なのかっていうところは一切伏せられていたんですね。でこの時ディディ側の弁護士が魔女狩りだとコメントをして捜査を厳しく非難しました。ちなみに全然関係ないんですけど、この魔女狩りっていうコメント、ちょっと前にトランプ元大統領が複数の法廷トラブルを抱えてた時に使ってた言い回しと全く一緒ですね。だからなんだって話ですけど、ちょっと話戻して、この大規模な家宅捜索はその後どうなったのかというと、まず5月に入って和解が成立していたキャッシーへの暴行に関する決定的な証拠出てきて、これを CNN が公開したんですよ。それが2016年ロサンゼルスのとあるホテルでディディがキャッシーを床に叩きつけるとかの暴行を加えていた時の防犯カメラの映像でした。ただその後ディディからの弁解っていうのが2日後にインスタで投稿された謝罪動画だけで、内容っていうのが、あのビデオで私の行動は許しがたい、私はあのビデオでの自分の行動に全責任を負います、うんざりしています、私は専門家の助けを求めセラピーとリハビリに通い始め、神の慈悲と恩寵を祈らなければなりませんでした、そういった内容で、自分だとは認めたんですが、キャッシュの名前とか当時の具体的な加害内容については一切口にしませんでした。で同じ5月には元モデルから、7月には元ポルノスターから、9月には以前ディディ本人がリアリティ番組から発掘したガールズグループダニ・ティ・ケインのメンバーゴーン・リチャード氏から、それぞれディディから性的な嫌がらせを受けていたと、そういった告発が次々と上がってきまして、この最後の告発があった数日後の9月16日、とうとうディディことショーン・コムズはニューヨーク市のホテルで逮捕されたんですね。一応容疑としては恐喝、売春斡旋、性的人身売買、この3つなんですけど、まだまだ別件で再逮捕される可能性は今のところ非常に高いと言われています。じゃあ肝心の起訴内容は何なのかというと、今
のところ公開されてる起訴状なんですけど、2008年から現在に至るまで被害者らに対して行ってきた虐待、脅迫、性売春、強制労働、誘拐、放火、収賄罪、司法妨害等々、こういった罪に問われています。凶悪犯罪のフルコースです。逮捕の翌日にはニューヨーク州の連邦検事によってなかなかショッキングな事実がいくつも明かされました。一つはさっきも話した今年の3月でディディの自宅を家宅捜索した時に押収されたものなんですけど、例えば MDMA とかケタミンなんかの違法薬物、そして1000本以上のベビーオイルや潤滑剤、うん、その辺のコストコより在庫あるぞこれ。あとはシリアルナンバーが削られたライフル、大量の弾薬、そういったものが押収されています。まあ、ベビーオイル100本でローション相撲大会をやろうとしていたのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、ライフルに関してはおそらく被害者たちを脅して口封じするために使用していたんじゃないかと考えられています。ただ、まあ、シリアルナンバーを削ってるところを見ると、もしかしたらもう使用されてる可能性もあります。であとですね、取り巻きたちが開催していたこのフリークオフとして称されるこの乱行パーティーの具体的な内容についても明らかになりました。ここはとにかく生々しいです。一番ショッキングな部分になるんですけど、連邦検事によるとディディらは20年間の間密かに薬物を混ぜた飲み物をまず被害者たちに飲ませて、ひるんで動けなくなった状態、もしくは完全に意識がなくなったところで取り巻きらと性的暴行を働いていたので、被害者が目を覚ました時に性器とか肛門に強い痛みを感じて病院にかかって、そこで薬物を盛られていて強姦されたことが判明みたいなケースが非常に多かったと言われています。さらにこの乱行パーティーの参加者たちはその行為を録画されてて口止めされていたと。中には数日間ぶっ続けで行われるフリークオフによる疲労とか盛られた薬物の影響からパーティー後に点滴を受けていた人も少なくなかったと言われています。ここも大事なところなんですけど、検察側はですね、この一連の事件をディディが単独で起こした事件とは見ていないんですよ。取り巻きらも含めた組織犯罪であると結論付けています。これ個人か組織犯罪かで結構大きく変わってくる部分があって、これいわゆる利口案件と呼ばれるものになるんですよ。これ通常ですね、マフィアとか大きなギャング組織関連の犯罪の際に適用される法律なんですけど、違法行為で不利な利益を得る活動によって組織の活動を規制するために適用される刑事法で、めちゃくちゃ刑罰が重いです。ちなみに2年前くらいにラッパー28人が逮捕されて、その中のヤングサグっていうね、同じアメリカのラッパーにこの利口法が適用されるかもしれないみたいな話がヒップホップ界隈では話題になったんですけど、これ調べたら結論からざっくり言うと、レーベル自体が裏ではがっつり麻薬の売買とかを行う犯罪組織だったってことで、去年の9月頃利口法違反を含めた8つの罪状で起訴されて65件の罪に問われてます。まだ判決は出てません。多分出てこれません。じゃあ今回のディディの件に関して話を戻して、なぜ検事側はですねこの犯行を組織的なものだと結論付けてるかと言いますと、理由は先ほども話したディディの取り巻きもフリークオフを支援していたというふうに考えられる点ですね。例えば実際に取り巻きが行っていたこととしては、フリークオフがホテルのスイートルームで行われた時はスタッフがまず部屋を押さえて大量のベビーオイルを事前に準備しておいて、当日は性的暴行の様子を撮影する。しかもこのフリークオフ後にはスタッフが綺麗に部屋を掃除して証拠を隠滅する、こういったことが日常的に行われていたと考えられています。映像を撮影していたのもおそらくフリークオフに関して被害者らが漏らさないようにするための口止め材料です。確実に犯罪組織で間違いないだろうと思いますね。ただこれで利益を得ていたかどうかっていうところも争点になってくるのかなと思います。じゃあこのディディ逮捕後どうなったのかと言いますと、この逮捕を受けてディディの弁護士、5000万ドルおよそ74億円の保釈金を支払う用意があると主張しました。ただ判事この保釈申請を却下しました。これね、国外逃亡とかの可能性を考えたら判断とかそういうわけではなくて、実はディディ逮捕後にですねパスポートとかを自主的に提出して自家用ジェットも売却する手続きを取ったんですよ。つまり国外逃亡するつもりないですと言ったんですけど、その状況でも保釈が許可されなかったってあんまりないんですよ。っていうのもやはりですね、一度保釈すると彼の指示で仲間たちがこのフリークオフに参加していた証人たちをなんとか見つけ出して被害届を取り下げるように恐喝するだろうと踏んだんですよね。そういったことをガチでやりかねないのがこのディディという男の恐ろしさなんですよ。で、実は話はここで終わりではなくて、ここから今年の10月に入ってからのニュースなんですけど、10月の1日、被害者団体が行った記者会見でディディから被害を訴える連絡は今のところなんと驚愕の3000件を超えています。これまで男女や未成年者を含む120人が民事訴訟を起こしたことが報じられました。120人のうち25人は当時未成年だったと言われていて、中でも最年少の被害者、当時9歳の少年だったということが分かっています。9歳の少年ですよ。この少年以前ですね、スターになるチャンスだと思ってバッドボーイズエンターテイメントのオーディションを受けて、ディディおよびその関係者からそのスタジオで性的な被害を受けたと主張しています。もはや人間の商業じゃありません。ただ現状としてこのディディの弁護側が誰に対しても性的暴行をしたことはない、全て合意の上で合法的な行為だったと反論していると、容疑を全面的に否定した上で法廷で無実だと証明したいと願っていると声明を発表しています。そして10月10日に行われた予備審問では、ディディの弁護士が3度の保釈請求を行ったんですけど、判事は却下。審問がスタートする日が2025年5月5日に決まって、それまでディディは留置されたままになることが決まっています。長いね。はい、これがですね、まあ、連日大騒ぎになっているディディに関する最新ニュースなんですが、で今回ですね、気になっていろいろ調べたら、今回明らかになったフリークオフだけではなくて、過去にもいろんな恐ろしい事件に関与していた疑惑があるんですよね。中でも個人的に気になったものをいくつか紹介します。スーパックとディディの謎の死、はい、これがまつわる黒い噂の中で一番有名なものらしいんですけど、ざっくりと概要なんですけど、まず
ず時は1990年代、アメリカでは西海岸のカリフォルニアにデスローレコーズ、そして東海岸のニューヨークにバッドボーイエンターテイメントと、この2つの大きなヒップホップレベルがあって、セールスを競い合うライバル的な関係になったんですよ。ただその関係がいつの間にか西海岸と東海岸、どちらが本物のラップかと、まあ、そういった論争に発展していきます。後に西側のデスローレコーズの顔的な存在になったのがスーパックというラッパー、名前は聞いたことありますね。でこの時スヌープドッグとかもね、当時このレーベルにいたんですけど、対する東側、このバッドボーイエンターテイメント、冒頭でもちらっと出たノートリアス B.I.G、 通常ビギーというラッパーがいわゆるレーベルの顔でした。でここの発端が1994年、スーパックが当時まだ仲良かったバッドボーイのニューヨークスタジオを訪れた時に急に5発ぐらい銃撃を受けるんですよ。幸いこの時スーパックは比較的に軽い傷で済んだんですけど、その後密かにヒップホップ界隈ではディディがあらかじめこの銃撃については知っていたんじゃないかっていう情報が広まったんですね。ただこれは今でもはっきり分かってません。ただスーパックはこの事件で恩をあだで返されたと雑誌のインタビューで語りました。それを裏付けるかのようにこの事件の後、バッドボーイエンターテインメントのビギーがフーショッチャー、これ誰がお前を撃ったと思う、そういった曲名の曲を出したんですよ。ただこの疑われたビギー側、本当は誰が銃撃したと思ってんだと訴えたくて出した曲だとか、襲撃前の収録済みだったという説もあるんですけど、真相は分かっていません。でその後ツーパックがですね、このデスローレコーズと契約を交わしたら、2つのレベルがめちゃくちゃギクシャクし始めたんですよ。まず元々このデスローレコーズというのはブラッズと呼ばれてるギャング組織と深いつながりがあったんですけど、このツーパックの銃撃事件が起きたあたりから、ディディがブラッズとライバル関係にあったクリップスというギャングと接触し始めたということが分かっていて、そこから徐々にこの西と東という構図が出来上がっていくんですよ。でこれによってヒップホップという音楽ジャンルにギャングの文化というのがどんどん浸透していきます。ヒップホップ用語で対立のことを指すビーフという言葉があるんですけど、これがこの時代にできた言葉だと言われています。そんな水面下で巻き起こるレベル、そしてギャング同士の対立の中、事件は起きました。まず1996年の9月7日、ラスベガスを車で走っていたツーパックが突然何者かに銃撃を受けて、その後病院で亡くなりました。そして半年後の1997年3月9日、次はビギーもですね、プロモーション活動でロサンゼルスを訪れた際にパーティーを参加した帰りに銃撃して亡くなったんですよ。この事件は今でもヒップホップ史上最悪の事件なんて呼ばれています。でこの時ビギーを殺害した犯人についてはデスローレコーズに雇われたヒットマンだったことが分かっています。でツーパックの殺害については一体誰が犯人だったのかっていうのは長年の謎に包まれていたんですよね。ただそこからおよそ27年後の去年、キーフィーディというクリップスのギャングメンバーがツーパック殺害を主導した容疑で逮捕されたんですよ。これもね割と最近のニュースなんですけど、ただこのキーフィーディ、ディディに頼まれて100万ドルを渡されてやったと自供してるんですよ。ただこれが今のとこ本当かどうかという裏付け取れてないんですけど、捜査を遺族が求めてるそうで、もしかしたら今回の逮捕を受けてこのツーパック殺人教唆の捜査も同時に進められるかもしれないということです。この悪さっぷりでいくと、この内容聞いた感じだとやりかねないと思いますね。ただそれまでの証拠が揃うかどうかってのは分かりません。でもう一つ、先ほどの二人が亡くなった後の話なんですけど、レーベルの顔だったビギーを失ったディディはですね、次にシャインっていう19歳のラッパーに目をつけて1998年に契約したんですよ。ただこのシャインに関してはデビューシングルを出す前に人生狂わされています。それがバッドボーイレコーズと契約した翌年の1999年12月、シャインはディディとディディの当時交際相手だったジェニファー・ロペス、そしてディディのボディーガードの3人と一緒にですね、ニューヨークのとあるクラブに行ってるんですよ。そこで4人がですね、スカーって呼ばれてるその地区で有名なギャングのメンバーと口論になって、結果的にこのクラブにいた全く無関係の3人が怪我を負ったんですよ。この騒動の時に銃を取り出したのがディディとシャインとスカーの3人だったと言われます。これ何が起きたかというと、ディディとシャイン2人とも起訴されて、シャインが自分は自己防衛のために天井に向けて発砲しただけで3人に怪我を負わせたのは自分じゃないと供述したんですけど、ただ一方ディディ強力な弁護団を結成して、ディディは当時銃を持ってなくてシャインが発砲してたみたいな、シャインに不利になるような供述ばっかりしたんですよ。ちなみにこのシャインにつけられた弁護士っていうのも、以前バッドボーイレコードに雇われていたディディの息がかかった弁護士だったと言います。結果的にディディは無罪、一方でシャインには懲役9年の実刑判決が言わされています。これはひどいですね。実際何があったのかというのは当事者にしか分かんないんですけど、生贄にされたんじゃないかと考えられています。はい、と、まあ、ここまで限りなく事実に近いんじゃないかと言われている噂話を話したんですけど、他にもですね、とにかく話題になってる陰謀論、これいくつか紹介します。まず1つ目、ジャスティン・ビーバー被害者説。はい、これ個人的な可能性分かんないですけど、あのジャスティン・ビーバーもこのディディの被害者だったんじゃないかという陰謀論が支えられています。でこの根拠としては、2020年ジャスティンが出したヤミーっていう曲の PV で、例えば PV に出てくる演奏者がみんな子供だから児童売春を表してるんじゃないかとか、途中で出てくる大人の女性が2012年のミュージックアワードの授賞式でジャスティンにいきなりキスをして尻を掴んできた女性を表してるんじゃないかとか、あとはサビの歌詞に関しても You got the yummy、 美味しいものを食べたが You got that young me、 幼い俺を食べたという意味でもあるんじゃないかと言われています。ここまでは全く関係ないと思うんですけど、ジャスティン・ビーバーっていうのがデビュー当時からディディにすごい気に入られていたところが分かってて、その頃の映像でディディが当時まだ15歳のジャスティンにランボルギーニをプレゼントするみたいな映像があるんですよ。この時、こっから48時間こいつと2人で派手に遊ぶぜみたいなこと言ってて、そっから約1年後に撮られた2人が話してる映像では、ディディがですね、大金なんか冷たくないか、全然遊んでくれないじゃんみたいなこと言ってて、ジャスティンがめちゃくちゃ挙動ってるように見えるんですよ。シンプルに嫌いになって気まずかったという可能性も全然あると思うんですけど、他にもねこういうことがあったみたいな根拠がたくさんあるんで、気になる方は調べてみてください。次に JZ、 ビヨンセ隠蔽説。はい、これもかなり
り紹介薄いんですけど、ヒップホップ史上最高ラッパーとも称される Jay-Z なんですけど、過去数々のグラミー賞を受賞してきたビヨンセという女性アーティストの2人が、長年こうしたディディの悪事を知りながら密かに隠してきたんじゃないかという陰謀論もあって、ちょっとこれに関してはね、僕の友人提供なんですけど、このディディとこの2人が昔から仲が良かったってのと、あと最近ディディをめぐった報道に対して2人が一切コメントを出してないっていうのが根拠として挙げられてるそうで、あと一応他にも J. コールっていうラッパーの She Knows っていう曲が彼女は知っていると、あとビヨンセの本名であるノールズをかけてビヨンセは知ってるっていうね、まあそういう裏の意味があるんじゃないかと言われていて、これはちょっとね本当都市伝説みたいな感じはしますけどね。最後エミネムとの関係性なんですけど、ラップゴッドことエミネムがとある曲の歌詞の中で密かにディディを批判していたんじゃないかと言われてて、それが今年発売されたエミネムの最新アルバムに収録されてるピュールっていう曲なんですけど、その中にノートリアス B.I.G. の詩は2パック殺害のドミノ効果だった、警察の手錠をかけられて有罪になるまで彼は立ち上がるだろうか、自首しなかったからどんな殺人があったか誰にもわからないみたいな歌詞があるんですよ。これは 100% ディディのことで間違いないと思われています。ちなみに結構前からエミネムはディディのことをディスってるよと言ってました、ね、ということでエミネムはいい曲です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、ざっとこのディディという男についていろいろとお話しました。エプスタインとかね、ジャニーズ事件とか、未成年が権力やお金によって支配されるケースっていうのが近年特に目立っています。ただ今回に関してはさすがに無傷で戻ってくることは絶対ないと思います。また何かしらの続報があればどこかでお伝えできればと思います。衝撃的なニュースが飛び込んできました。ただこの話をするかどうかっていうのは数日悩みました。なぜならマイナスしかないからです。しかしこういう話をリスニーは求めてるんだろうなという自分の中での葛藤がありまして、言っちゃえ言っちゃえみたいな感じで言います。ただここ大事なんですけど、これ以上のことは何も知らないので、警察の方は僕に連絡してこないでください。本当に知りませんので。というのもまずはこちらのニュースをお聞きください。東京のベトナム人ガールズバーで無許可で接客をさせた疑いなどで経営者の女ら17人が警視庁に逮捕。こちら逮捕されたのは都内のガールズバークイーンなどを経営するベトナム国籍のグエンティ・アイン容疑者やズオン・ティ・ミンホン容疑者ら17人。警視庁によるとズオン容疑者らは無許可で従業員に接客をさせた疑いなどが持たれています。ズオン容疑者らは六本木や錦糸町などでガールズバーを5店舗経営し、ベトナムの民族衣装などを着た従業員に接客させるなどしており、6年間で約4億4000万円を売り上げていたと見られているということなんですが、まあまあ通ってました。全国報道された時映ってた人ほとんど知ってました。いや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 、お前ら許可取ってなかったんかい。おい、どこから話しますか。まあ、まずこの容疑というのが許可取ってなくて一斉摘発されてるんですよ。許可取り中の僕なんですけど、そんな違法店だとは僕知らないです。で、中にはこう一部の人が想像するようないやらしいこととかは一切ないです。ここは普通に酒を飲むとこです。まあただ接客に当たる行為があったんで、その届け出を出してなかったっていうことなんですよね。でまあなんでお前は言ってたんだっていうその疑問が浮かぶと思うんですけど、あれまあそもそもどっかお店にお酒を飲みに行くとか知り合いのところ以外はないわけですよ。っていうのもまあぼちぼち顔をこう刺されることとかもあるわけですよ。気持ちよくお酒飲んでる時に、あ、なんか見たことあるとか言われるとお酒が一気にスンって抜けちゃうんですよ。気使っちゃうというか、こう周りの目もあるしみたいな。で言われなかったとしても、なんか酔っ払った時とかに、あの人はあんな感じなんだみたいに思われるのもなんかちょっと嫌じゃないですか。だからまあ2年前ぐらいですかね、なんかそういう可能性が一切ないお店を探そうみたいなのから始まって、何個か行った中で見つけたところだったんですよ。でまあ1年ぐらい通ったって言い方するとあれですけど、なんかお客さんの一人が、あ、タクだみたいになって、でそもそもそのお店のベトナム人の人には1年間ぐらいなんか不動産やってるとか嘘ついてたんですよ。じゃあまあその店員がそのお客さんとなんか話をしたのか。で僕はね、この店内よりもね、2階になんか監獄みたいなフェンスに囲まれたボロボロのテラス席があるんですよ。そこにもう春夏秋冬いつも座ってたんですよ。したらなんか店内にモニターあるんですけど、そこで僕の動画流れ始めたんですよ。で最初、いやこれ偶然やろと思ってこうまあドキドキしてたんですよ。だからベトナム人の女の子が外に来て、あれお兄さんでしょ、 YouTube やってんだったら言ってよ、これ全員に広めるよとか言い出して、でまあこれもう見つかったらしゃあないなってなって、そっからはちょっと行く頻度は下がったんですけど、なんかそういう結構パワフルな店で全員面白くて、で中には独立するとか言ってた人もいて、で独立してなんかバーをオープンしたんですよ。あそこ許可取ってんのかな。でそこに初日おめでとうとか言って顔を出したりとかもしてた。この報道の1ヶ月前ぐらいですかね、外に5人ぐらい立ってる時あるんですけど、近くにご飯食べ行ってて歩いてたら、あい、俺 YouTuber のメガネの兄さんみたいな、あれこっちこっちこっちとか言って、久しぶりとか言って、これは日本人に自慢するから写真撮ってとか言って、みんなで路上撮影会みたいなのしたんですよ。わあ、また今度行くわとか言ってたら全員逮捕された。おい、何やってんだよ、許可取っとけよお前。これから僕はどこにお酒飲みに行けばいいんだ
ですか。羽目を外してレペゼン地球のシャンパンパーティーに行ったら金取られ、じゃあもうベトナムしかないと、行けば全員逮捕。なんだこれおい。心霊スポットとベトナムバーは許可取るようにしてください。ただ本当にこれまで新刊もちょっと落ち着いたかなと思ったんですけど、やっぱ変なことばっか起きますね。やめてほしいんですけどね。まあ、そんな今日は11月1日の花金ということで、まあ、収録時はハロウィンの前なんですけども、渋谷はハロウィンをお休みしますみたいなね、丁寧に来ないでくださいねみたいなメッセージ書かれてたんですけど、大変ですね。来たら殺すって書いておけば誰も来ないと思うんですけど、まあなかなか難しいんでしょうか。今年はどうだったんでしょうかって言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うておりますよ。この時間です。さあ今週の俺的ニュース、この時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、中国国籍の男が逆走 &100 キロで衝突した事故。こちら先月、埼玉県川口市で飲酒運転をした上、一方通行の道を時速100キロ以上で逆走した乗用車が別の車に衝突し、男性が死亡したという事故で、警察は危険運転致死などの疑いで中国籍の18歳の男を逮捕していたのですが、過失運転致死などの容疑で家庭裁判所に送致したと報道がありました。飲酒運転で逆走、これがなぜ危険運転致死が適用できなかったのか、これが世間では非難の声が上がっているということなんですが、こちら埼玉地検はですね、一方通行で二輪除外という部分が車が走れる広さの道であると確認できること、酒気帯びでもあまりアルコールの数値が出ていなかったこと、危険運転にするには厳しいと判断したと発表がありました。ただやっぱ速度がどう考えてもこんなスピードで走ってたら危ないよっていう速度なんですけど、スピード違反だけだと危険運転にはならないと、ただそれはおかしいよねと、専門家の見解からしても法改正しかないと言ってる状況です。こんなんで事故に遭うってたまったもんじゃないけどな、どう考えても危険運転と思いますけどね。まあ皆さんの意見もお聞かせください。次です。3つ目、ガールズバー店員殺害の男。こちら27日、ガールズバー店員の18歳の女性が客に刺され死亡するという事件が発生しました。この事件で49歳の男が現行犯逮捕、被害者は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。こちら容疑者は客として6時間ほど滞在、被害者と1対1で話していたところ犯行に及んだと見られております。容疑は殺人に切り替えられ、詳しい経緯や動機を調べているということなんですが、でこの事件、被害者からマッチングアプリで知り合った男からお金を盗まれたっつって警視庁の警察署に以前相談があったそうで、でこの時の相手の男っていうのが今回の容疑者と見られてるんですよ。でこの事件の時は被害者の協力を得られなかったから対応は終わっていたっていうことがあったそうなんですよ。で今回の事件が起きたということで、警視庁は今回の事件との関連数を調べてるそうなんですけど、この報道通り行くとお金を取った挙句殺害したってことになるんですよね。そんなことあるかなって話なんですけど、何かこの時相当な恨みがあったのか、まあ、それは分かりませんが、また何かあれば動画にしようと思います。次です。4つ目、強盗を男性らが制圧。こちら10月の22日、高知県中心部で起きた強盗致傷事件。この逃げた容疑者2人を取り押さえた男性に称賛の声が上がっております。こちら防犯カメラが捉えた映像で、強盗致傷事件の容疑者2名を通りかかった男性が取り押さえようとする映像が映っていたんですね。でこの容疑者の逮捕に貢献した高知県の自営業田所大二郎さんと会社役員の栗林真也さんという方々、こちら取材にて容疑者の男2人を目撃、やめるように声をかけると2人が逃げたため追いかけたと、でよくよく話を聞くと倒れてる被害者が財布を取られたと語ったと言います。逃走から 2、3分後、現場から数百メートル離れた路地で男2人を捕まえ、激しく抵抗したので倒したというより羽交い締め的な感じで動かないようにしたと言うんですね。で栗林さんの通報で駆けつけた警察官が2人を逮捕して、とっさの行動だったのでそんな深く考えていなかったが、財布も持ち主の元に帰ったのでよかったと語ったということです。かっこいいっすね。むちゃくちゃ勇気ある行動ですよね。倒したというよりは羽交い締め的な感じで動かないようにしたというか、すごい強キャラ感があるというかね、その腕っぷしにも自信があったのかなというところですね。次です。5つ目、 VTuber 大手事務所243回修正させる。こちら25日、 VTuber 大手事務所のカバーというところでアニメキャラクターに使用される技術を下請けのフリーランスに243回ものやり直し作業を無償でさせていたことが分かり、 SNS 上で話題となっております。多すぎやろ、一回全部変更レベルですよ。こちら動画配信で使用される VTuber のアニメモデルを滑らかに動かすモデリングと呼ばれている技術を個人事業主23社に依頼してて、出来上がったモデルに大きなミスはなくて、それでもカバーからやり直しや細かい修正、モデルを実際に使用する VTuber 側が修正を依頼しているとかいう理由で無償での修正をさせて問題になったんですね。事務所はこれに対し25日謝罪声明を公開、本勧告等を真摯に受け止め責任を痛感しておりますと説明しました。こちら11月にですね、フリーランス保護新法というね、新法案が実施されるんで今後とも対応が続くということなんですが、確かに今フリーランスのね搾取ありますからね、これで変わっていくとは思うんですけど、243回多すぎるな。4回とかでも多いからな。通常リテイクの回数とかもね契約書に書いたりするんですけど、それもなかったそうなんで、フリーランスの方はですね事前の契約気をつけてください。次です。6つ目、ヨギボーパワハラ疑惑。こちら先月24日、ライジンで勝利者が座るでおなじみ、人をダメにするクッションを販売しているビーズソファー製造販売をする大阪市の株式会社ヨギボーの40代会社員男性がヨギボーに対し訴えを起こしていることが分かり話題になっております。こちらどのような訴えを起こしたのかと言いますと、2023年の9月、英語が堪能だった男性が会社で主に海外販売の戦略を担当していた当時社長だった現会長の米国の出張に同行したと。で会長から商談中とかに一言一句ノーミスで完璧に通訳することを約束しろと指示されたそうです。ただビジネス用語も結構あったから、男性がちょっと難しいです
スと示すと、お前舐めてんのか、俺を誰だと思ってるんだ、ヨギボの社長だぞと責め立てて、社長が会議中にジョークを言うと、それに男性は気づかず何も通訳しなかったと。じゃあ社長が、俺のリズムを崩した罪はでかい、帰ったら説教すると、そういった発言があり、1日に10時間以上通訳。体調崩した男性が出張途中で帰国したいと伝えたところ、会長から途中放棄は重罪とメッセージが送られ、時間外労働が1ヶ月で約162時間にも上ったそうです。これで現会長パワハラで起訴していて、24日の記者会見で男性は現会長に謝罪を要求。しかしヨギボはパワハラの事実はないので訴訟で争っていきます。長時間労働については、不正な勤怠情報の登録を確認しました、勤怠データを精査しているところですと真っ向勝負を示しているということです。仮にこれが全部事実だったら、ヨギボの企業理念、ストレスのない社会を実現する、まあ、これがどういうことなんだってことになっちゃいますからね。今後の裁判にも注目です。では最後です。7つ目、令和の3億円事件。こちら先月の28日、大阪市中央区の路上にて約3億相当の腕時計が積まれたワゴン車が盗まれました。この事件の発生、今年の5月、配達ドライバーが高級腕時計ロレックス172本を正規販売代理店に届ける途中、別の配達のため車を路上に停車、車から離れたわずか3分の間に容疑者らのうち1人が軽ワゴン車に乗り込み、車ごと奪って逃走したということです。そして事件発生から約9時間後に、現場から約2キロ離れた何枠の路上に車が乗り捨てられているのが見つかり、ロレックスが入っていたジュラルミンケース5個が車内からなくなっていたということです。結果ですね、10月16日までに特定抗争指定暴力団山口組系暴力団の男性ら3人を逮捕、21日には指示役とみられる男性を新たに2人逮捕したということなんですが、盗まれたロレックスの大半はまだ見つかっていないということです。これがどんな手口かと思ったら、ドライバーが鍵を刺したままにしてただけっていうね、シンプルなものなんですけど、そんなことあります？まあここで運ばれるって知っていたというかね、そういったところも下調べしてたんでしょうかね。報道では闇バイト窃盗団とか言われてたんですけど、時計もまだほとんど見つかってないということで、今回逮捕された犯人っていうのはもしかしたら使い捨ての駒みたいな存在で、盗まれた時計はもう海外に渡ってるみたいなこともありそうですね。まあ、キーはどんな時でも抜いとけということです。はい、というわけで今週以上です。まあいろいろとありますよね。ベトナンバーとかベトナンバーとかベトナンバーとか、やはり許可は取りましょう。そんな10月でした。寒くなってきますんでね、あったかい格好してください。最初はグーじゃんけーんだで。企画のルールなんですけども、名前を呼ばれたら人間にまつわる、通称ヒトコアのお話をしていただくっていうものなんですけども、じゃあちょっとですね、僕のまあこれも裏方の仕事にまつわる話ではあるんですけれども、はい、僕いろいろ取材行ったりとかもしますし、はい、テレビの裏方もやってるんで、まあ、結構いろんなジャンルのものをこうリサーチしたりとか取材したりってするんですよ、はい、で僕都市ボーイズとしての活動の中でやってることで結構ハマってたのがダークウェブですね。ダークウェブっていういわゆるまあ一般の方はなかなか見ることができないような、まあ、ちょっと特殊な方法で入らないと見られないサイトっていうのがまあいくつかあると、はい、でまあそれ一時期ちょっとハマって、はい、ハッカーの人帯同のもと、はい、そういう世界を見させてもらうみたいなことをやってた時期があったんですよ、でやっぱり思ってた以上にいろいろあって、例えばまあすごい分かりやすいので言うと闇のアマゾンって言われてるのがあったりとか、闇のアマゾンっていうのはどういうのかっていうと、いわゆるサイトの中でパッと見はもう本当にアマゾンなんですよ、いろんなカテゴリーがポン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 ってあって、その中にあるのが普通なら例えば音楽とか、家具とかあるじゃないですか、ウェポンとかなんですよ、ウェポン武器ですね、あとはもうドラッグとか、まあいわゆるちょっとなんだこれっていうのがあって、で例えばマネーとかもあったりとか、パスポートとか、要は偽造しているものとかももうジャンルの中には普通に入ってる、でそれぞれのそのクリックして中見るとそれぞれの評価がちゃんとついてて、アマゾンレビューみたいな、この業者の人はいい人ですみたいな、いい方法でちゃんと送り出してくれるので絶対にバレませんとか、まあいい人なんかいるわけねえだろうと思うんですけどもまあそういう世界がやっぱちゃんとあってたんですよ。ですごいなと、でいろいろ見てる中で結構際どいのもあって、例えばなんですけどレッドルームって言われてるちょっと都市伝説化してたやつとかもあって、でそれはその会員制の人しかもう見られないサイトで、でそのダークウェブの中の会員制のところにたどり着いてある程度お金を払って、それはまあ仮想通貨で払うんですけど、会員になったら生配信である個室みたいなところに監禁している人に対して、そのコメントでこういうことをやってくれっていうのが入ったらその人に何かをできるみたいなとかがあったりとか、でも実際に僕それ入っちゃうとちょっと結構犯罪の匂いがしたんで、まあ、入ったりとかはしなかったんですけど、まあ、物があるところまでは結構見てって、でその中で
結構怖かったのが人身売買サイトがあったんですよ。で人身売買もいろいろあって、いわゆる臓器売買とか、このパーツはいくらですっていうのが販売されていたりとか、はい、血液はいくらですとかいろいろあるんですけど、本当にシンプルに人間を売っているってところもあるんですよね。でその人間を売っているっていうのはどういうのかっていうと、まあ、なんとかスレイブみたいな、なんか奴隷みたいな名前がついてるサイトなんですけど、はい、大体白人の15、16歳以下ですね、の若い子たち そのいわゆるプロフィール写真がバン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 って並んでいて、内容を見ていくと、まあ、出身とか今いくつなのか、3サイズとか身長体重とかいろいろあって、あんまり見ないなっていうのが健康状態で性病の有無がないかとか、まあ、こう結構細かく書かれてるんですよね。その内容っていうのをこう見ていくと、今どこに監禁されていて何ヶ月経ってるかとかまで書かれていく。これ結構すごいところまで書くんだなって思って、で全部英語なんでちょっと一回一回翻訳していくんですけど、その中にちょっと見慣れない英語があって、でそれをこうコピペして翻訳したら拉致みたいな内容だったんですよ。要はその場所、拉致した場所がどこで、そっから監禁どれくらいしてるかみたいなことまで書かれてたと、詳細です。あ、やっばと思って、でいろいろ他のサイトも見てったら、あの日本人もいたんですよ。で日本人の人がいて、でそこのそのプロフィールの中の一人がそこに拉致しているっていうところのポイントが空白みたいになってて、なんでだろうと思ってそこちょっと詳しくみたいなところを押したら、いついつ予定日っていうのが書かれて、つまりマークしている状態でいつでも拉致できるみたいな状態っぽくて、でその日が来たらバッて拉致してそこの監禁のところに持っていく予定っていう感じの予約みたいな。ダークウェブってもうあるあるなんですけど、偽サイトもいっぱいあるんですよ。だからそれイコール本当かどうかっていうのはまあちょっと怪しいし、まあそこが救いでもあるんですけど、ただそれをたまたまなんですけど、ある番組の裏方をやってる時に、まあ、ちょっと尖った番組で、行方不明者を能力者が探すっていう番組の裏方に入ってて、ね、でその中でいろんな能力者の人に頼って行方不明者を探すみたいな企画だったんですよ、はい、でもそれいろいろ裏方でやってるうちに、結構大変なのが行方不明者って本当にいっぱいいるんですよ。でそのいわゆる壁にこうポスター貼られてるんで、本当に一部でしかなくて、警察とかにいたらもっといっぱい出してくれたりとか、もう過去のアーカイブみたいなのもいっぱいあったりするんで、その行方不明者の人に家族の方にアポを取らないと撮影ができないんですよね。だからもういろんなところにそういう連絡してって、でこうあのこういう企画なんですけどっていうのを言ってって、でマップを作るんですよ。もう膨大になってくるんで、でそうするとなんかポツ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 っていう日本地図みたいなのがあって、そのマップができてきて、マップを見てるとあれって気づくんですよ、なんかここの地域多くねみたいな、っていうのがちょいちょいいくつかあって、でその地域のところにぴったりダークウェブのところの拉致の予定のが当てはまってたんで、もしかしたら本当かもしれないなっていう。で僕はそれを買うことはまあ違反なので、法律に違反するので、もちろん買うことはできないんですけど、もしかしたら可能性として本物の拉致監禁っていうのは行われているかもしれない。拍手もなんか違う。そうなんです、そうなんです。いや、そうじゃないですよ。いい話ではないですよね。釣られちゃった。確かにそのほとんどが偽物で、こう個人情報を集めるためだけに、なんかそうそう、トラッキングを仕掛けてみたいなのを聞きますけど、いや、これそれがこの平和な日本で起きてるかもしれないっていうだけでもめちゃくちゃ怖いことですよね。そうですよね。今その人身売買にもこういろんな種類があるじゃないですか。その中でもこうな合法的な人身売買じゃないですけど、まあ某国でこう流行ってるのが今
インフルエンサーと呼ばれる人非常に多いじゃないですか。インスタグラマーとか呼ばれてる方とか、うん、そういった人たちのプロフィールとか上がってる写真をそういう、まあ、いわゆるリストにずらーっと入れて、その国の富裕層の方に見せて、誰がいいですかっていうふうに選ばせて、選んだ方にかなりのもう3桁の高額で交渉するらしいんですよね、はい。まあ、しかも海外の方だから国内でそういうことしたっていうのがバレないとかでこうついていっちゃう人とか結構多いみたいなんですよね。だからそのまあ無理やりの拉致とかじゃなくても、こういうなんか見えない側面というか、やっぱ海外とかラムさん結構行かれてるとなんかそういうのが当たり前にあったりとかやっぱするんですか。海外で西成っていう地域があるんですけど、いやいやあれあの国内です、はいはい、大阪にありますね、先輩も編集さんが、はい、すげえとっぽい編集さんがいて、まあだいぶ年上なんですけど、はい、蛇川の革ジャン着るようなあのちょっとすごいです、ね、ちょっときつめの編集さんがいて、で僕最近西成取材してるんですよ、はい、僕30ぐらいの時に行ったら、あそうあかんでって、俺絶対いろんなとこやるけど西成だけは絶対に行かないって言ってて、でなんでですかって若い頃行ったらしいんですよ、でもうその頃ももう時々に尖ってたからガーってガンつけて歩いてて、大したことねえじゃねえかと思ってたら急に顔に袋かぶせられてるんですよ、そのまま車乗せられて、でそのまま箱に入れられて、で「おい出せや!」って言ってたけど、そのまま2、3日ずっと閉じ込められて、でもうダダ漏れだし、もうダメだって、何にも食べる飲むもないから死ぬと思ったら急にバーって運ばれて、あの最初拉致られた場所にポンって放置されて、このままの状態放置されて解放されたから、西成は怖いって言ってて、うわ怖っって思って、だから警告なんですかね、もう全然わかんないですよ。そうでもただ生きって歩いてた東京の人だからそんなことするのかもあるし、か間違えたのかもしれないし、なんかわかんないけど、それでもね、あのラボさん西成すごく行かれてますよね。すごく行ってますね。だから怖いです最近。最近今ですか。めっちゃ声かけられます。今ですか。すごいホームレスの人がああって来たからごめんなさいって言ったらYouTube 見てますよ。ああよかった。ファンだったわからないですからね。わかんない。もう今そういう時代かと思って。なんかそういう拉致されやすくなるなんかポイントとかあるんですかね、うん、あやっぱり夜夜道、うん、であと海外の人だと特に僕出身が福岡なんで、うん、福岡だと一時期海行くと拉致されるから夜の海には行っちゃいけないっていう話が僕らの幼少期は常識でした。それがへあの中でよくその福岡のあの福岡だけの報道かわからないんですけど、はい、無人船というか、うん、ちょっとすごいかちょっと待ってくれ、厳しいなこれはちょっともう一回そこだけ話させて聞きたいよね今すぐ来てどこで終わりだと思ったんだ今でその無人船というか不審船が漂流してますみたいな、はい、なので注意してくださいねみたいな報道が結構あったんですよ、うん、であれ後々この大人になってこういう話とかをよく集めるようになって知ったのが、あれ確かに誰も乗ってないんですって、うん、ただ誰も乗ってないって言っても生きてる人が乗ってないだけなんですって。あの当時の報道でよく不審船が漂流しました、どこどこの国の言葉が書いてましたとかって中にまあ遺体が乗ってて、まあ例えば脱北者であったりとか、または意図的に向こう側からそのまあ政治的な牽制というか、いつでもそっち行けますよみたいな感じで日本国内の行方不明者だった方が乗って変わり果てた状態でその海岸に着いたりとか、そういうことが実際行われてたみたいなんで、ただまあその後その海上保安庁とかがかなりあの厳しく強化されて、まあそういうのはだいぶ減ったって言いますけど、だから黒い格好してる人は気をつけてとか、黒で帽子をかぶってる人だからもっとこういう感じの方ですよね。拉致しちゃうぞ怖い大事故に挟まれる俺も恥ずかしいから袋かぶせてほしいです実は袋も今2、3日経って拉致して拉致してほしい。あ、そんなそんなありがとうございます、まあ、ちょっと気をつけてほしいなという気持ちもあるんですけれども、はい、ちょっと物件のトラブルっていうのに気をつけてほしいなと思うんですけども、ね、まあこうフランス体があったりとか、はい、例えばゴミ屋敷になったっていうので、まあ、調べたところ今は分かんないんですけれども、その時に退去費用っていうのが発生してて、それが百数十万円らしいんですよ、うん、でそれを考えると僕多分おそらく今はちょっと更新されたかもしれないですけれども、請求額だけで言うと僕多分日本記録持ってるんですよ。え日本最高記録の請求額、退去費用の日本記録保持者、はい、保持者です。ほうちょっと更新されてるかもしれませんけれども、
ほうで先ほど言ったフランス帯とかがもしあると100万数十万ぐらい、うんはい、僕請求されたんは460万、はい、高いな、高すぎますね、はい、3体ぐらいないと3体ぐらいないといけないですけど、相当なことしたんですか。じゃこれだからタワーマンとかに住んでるんですかとか言われたんですよ。そうですね、はい、いや違いますと、はい、築40年のオートロックもないマンションですと、ありえないってなってて、はいはい、でこれがなんでかって言ったら、はい、ちょっとその大家さんがやばい人やったんですけれども、はい、多分はめられてるんですよ結果的には、でこれ自分にも非があるところはありますもちろん、っていうのは、はい、ペットかの物件に僕住んだんですよ、はい、でワンちゃん1匹連れてそこに入居したんですね、はい、でそれから半年ぐらい住んだ時にワンちゃんがもう1匹増えたんですよ、はい、でこの時のルールを知らなくて、はい、このルールっていうのが申請をしないといけない、なるほど、申請をしないといけない、増えたらそう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 、はい、でもそのことを知らずに普通に増やしちゃったんですよ、はい、で住み始めてから3年過ぎてから上の人がトイレのパッキン壊してしまって漏れてきたんですね、はい、で大家さんに連絡したら見に来たんですよ、はい、でその時にワンちゃん増えてるねって言われて、聞いてないよって言われて、あすいません知らなかったです、退去費はちょっと増えるかもしれないよって言われて、その時優しかったんですよ、はい、であ分かりましたっていうぐらいだったんですね。でそれからまた何ヶ月かしたらちょっとまたトラブルで水が漏れてって、はい、っていうのが何回かあったんですよ。でその都度ちょっとワンちゃん増えてるよね、退去費用増えるよっていうのは言われてたんですよ、はいはい、でもそんな風に全然思ってなかったんですけれども、はいはい、4年ぐらい住んだ時書類にでも退去届け出すじゃないですか、はい、退去届を出して届いた頃に大家さんから電話かかってきたんですよ、はい、直接、うん、もしもしって言ったら、あのね国沢さん、はい、今あんたんちチャイム鳴らしたら犬吠えてんだけど犬飼ってんのって言われた。え犬飼ってんの、あれちょっとおかしいぞと、うんはい、いやもうあの言ってるし、はい、見てるじゃないですかって言ったら、はい、いや聞いてないよ、あらこれまずいぞ、うん、と思ったんですよ、うん、で慌てて管理会社に俺電話したんですね、はい、こういうことになってるんですけれども、ったら一体言わないになるんで、あれちょっと待って、いやあの聞いてもらっていいですか、はい、いや、はい、今言われても一体言わないになるんで、うん、いやじゃなくて一体言わないになるんでってもう聞いてくれないんですよ、はい、話を、はい、これはまずいと、はい、はめられてしまったと思って、はい、慌てて書類取りに行ったら、はい、書類が入れてた場所にないんです、でこれまずいぞと思った中で数週間したらもう一回来たら戻ってるんですよ書類が、はい、あったあったと思って出してみたらパッて開いたらペット不可になってたんですよ、契約書が、でこれ絶対に僕一回コーヒーこぼし持てるから趣味あったんですよ、なかったんですよね、だからおらん時に絶対入ってるんですよ、すり替えて、すり替えてるんですよ、まずいと思って、で退去の日になったら大家さんが来てもうすっごい高圧的、なんだよこれお前床ベタベタするじゃねえかとか、とにかく怒鳴り散らかすからこれもうまずいなと思って、で僕ちょっともうめんどくさいけどもうこれで揉めてトラブルになって裁判するのも嫌やから、高かったけど100万ぐらい請求されたんですよ、はいはいはい、めっちゃきついなと思ったけど、はい、もうこれ払うしかないんかなと思って、はい、俺も払っちゃったんですよね、100、はい、これがでも失敗なんですよ、はい、追い請求で360万来たんです、これ多分はめられてるみんなも分かってるんですけど、なるほど、一回払ったらもう追加でやり方があるっていう、非を認めたことになるんですよ、なるほど、だから360万請求して初めて弁護士のところに行って、はい、裁判スタートしたんですよ、はい、ほんで弁護士さんからまあいろいろ事情を喋るじゃないですか、はい、で向こうの弁護士さんから弁護士さんに来てこっちに渡ってくるんですけど、はい、こんなこと言ってますっていうのが全部違ってて、証拠写真ですって届いたんが、はい、家ボロボロなんですよ、床剥がれてるし壁紙とかもないし、でこれは内装工事を始めた瞬間の写真なんですよ、はい、でもここに住んでましたって言うんですよ、はい、もうこの状態でした、はいはいはい、ここで出たと、そう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 、出た時にその状態だったと、この状態だったって言って、でも匂いがすごすぎて、もう住めないで、だから消臭のやつを何回もしますみたいなんで、証拠写真ですって送ってきたのがその匂いの数値測るレベルのやつ、はい、で何も言わずに5っていう数値が書かれた写真を送ってきたんですよ、はい、で弁護士さんもそれやっぱ詳しくないから、はい、これどういうことなんでしょうねって言って、はい、いや5段階の5だったらマックスだし、ね、10段階の5でもなかなか強い方なのかもしれないし、はい、っていうのでちょっと機械調べますって言って数日かけて調べてもらって、うん、帰ってきたのがその機械調べてみると999分の5らしいんですよ、え、うん、あ全然だほぼ無臭なんです、はいはいはい、それもまあ言ったら弁護士さんに言って、はい、弁護士さんからその裁判官とかに言ってくれるんですけど、はい、でそれでもどんどんどん嘘の証拠が来るんですね、はあ、僕は何年に結婚してて子供ができててあの家では動物を放置していましたと、
ひどいっていうのがあって、これ何言ってんねんと思って、うん、後に良かったんですけど、ウィキペディアってあるじゃないですか、うん、ウィキペディアで僕の情報もやっぱ載ってるんですけど、僕の元相方のプロフィールを間違えて言ってる。めちゃくちゃアホじゃないですか。めっちゃだからこれ元相方のプロフィールです。僕だって毎回赤パンのおっさん見てますもんって、大江さん赤パン入ったからピッチリで、それでまた証拠潰してっていうのが永遠に続くんですよ。ただこれ問題がやっぱり、あの最初に払った100万円で最初に提示した写真、このボロボロでしたっていうのがあって、このボロボロでしたを裁判官の人が信じてしまった結果、一回信じちゃったらこれ覆すのむっちゃむずいんですよ。言うたら訴えられてる側だし、ね、はい、だから結局は和解金っていう形になるんですよ。うわ、和解金、まあ、どっちでも払わないといけなくなるっていう、はい、で和解金が百何十万ということで、一応それを払わないともうダメですよって弁護士さんにも言われて、トータルが200何十万と払ったんですけれども、おそらく460万なんて最初から取るつもりはないんですよね。この和解金を目的にしてるんですよ。なるほど、減額させてここで止めとこうっていうのがあるとは思うんで、まあ、それにまんまとハマってしまったっていうお話なんですけれども、だから皆さんもこう物件とか多分借りられて住まれてると思うんですけれども、ちゃんとその書類とか、あのどこに直してるとかを把握しとかないと、で時々変えないとマジで管理人の人入ってきたりもすると思うんで、気をつけてくださいというお話です。ありがとうございます。もともともうなんかそういうことをずっとしてたのか、うん、一斉さんを狙ってはめようとしたとか、その建物もう壊すからとか、うん、かもう大幅リフォームしたいからお金いっぱい取ろうってなったのか。めっちゃリフォームしてるんですよ。その後調べたら普通のキッチンあったのにシステムキッチンとかいろいろ変わってて、なんで俺がシステムキッチン代払わなあかんねんと思いながら、でその後の賃貸見たらやっぱり家賃が上がってるし、和室とかも全部なくなってて、オールフローリングに変わってて、めっちゃ綺麗に変わってるんですよ、その一室だけ。ガンジさんとかこれからじゃないですか。これから引っ越しやるんですけど、そうなんです、引っ越ししないといけなくて、4回ぐらい審査落ちちゃって、そう4回も落ちるから、ね、5万円ぐらいの家賃のところなんですけど、何を見られてそんな風に査定されてんのかなみたいな、めっちゃくちゃ怖いんだよな。5万借りられへんで、どこが借りてんの。いやいや本当だよ、いや本当に5回ぐらい落ちてるんですよ、マジでマジで。でもうこれラストですよと、次ダメだったらもうどこも住めないでしょうねどうすんねんみたいな。今あの保証会社とかそのクレジット の、うん、あの信用会社って、うん、その人が例えばインフルエンサーとかだったらその人のチャンネルとかを見るらしいんですよ、ちゃんと。その人がインフルエンサーであればそれってものすごい今信用になるらしいんですよ。その方がどう社会的にどういう信用なのかみたいなので、地位とかも分かる、はい、でそれも多分こう簡単に調べるんです。まあ、本名で検索すると今ネットって何でもその人のウィキペディアとか情報が載ってるんで、だから僕もそのクレジットが一回なんかちょっと高い買い物したんですよね。パソコン買ったら止まったんですよ、うん、はい、で現金持ってなくてタクシーで切れないってことがあったんですよ、うん、どうしようってなって、でクレジットの会社に連絡したら、ちょっとすぐ確認しますってなって、で折り返しかかってきて、そしたら、あの沢村様、あのちょっと大変失礼だったら申し訳ないんですが YouTube チャンネルやられてますか。あ、やってますやってます、タックテレビレディオですか。あ、まあ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 、TV とはね、あんまり呼ばないからな。ああそうですそうですって、うん、あ、さようでございますかって、ではもう一度ちょっとあのかけ直しますので少々お待ちくださいっつって10分後ぐらいにかかってきて、今クレジット解除しましたっつって、これ僕のチャンネルを見ておそらく信用情報が上がって、そうなんだ、そんな登録者いるんだったら大丈夫だ、そう、大丈夫でしょうみたいな感じになったって。だから今結構インフルエンサーだから、ガンジさんもおそらく本名で検索されて、うん、YouTube のチャンネル見られて、うん、多分僕的にはあの、うん、アーカイダン見られてしまったんじゃないかと思いますよ。どんな動画でしたっけ。ショート動画なんですけど、ちょっと言うけど、あのアーだけで階段をするっていうのを出してまして、もうこいつはもう済ませられないっていうね。だってもうアーカイダンって言ってウー使ってたら信用ないよ。そこで勝手に作ったルールを守ってないんですよ。そんな賃金を払える能力なんかあるわけねえだろうと。
ね、だから YouTube もやってるってあんまり言わない方がいいよと言われてるんですよ。じゃあ裁判沙汰なったことある方とかどれぐらいいます？ローさんとかに裁判沙汰はない？裁判はないですよ。裁判かけるぞって会社の前でシプレヒコールやられたことがあります。あの僕何したんですか？ホームレスの本を出したら差別だ、差別だっつって、なるほど、うん、会社の前で本当にビラ配られて、ブラタラムはこんな悪いやつだみたいなビラ配られて、おっ、おはなさん、おしかし、おはなさん、これ、まあ、私のちっちゃい時って、はい、うん、その今って小学校の子とか送り迎えとかあるじゃないですか、はいはいはい、うちらの時って一人で帰ってたんですよ、はい、だから変なそのお兄ちゃんとかにあの声かけられたりとか、私もその下半身見せてこられたりとか全然あったんですよ。不審者がいたってことですね。そう、はい、で、タコさんの番組ってあのちょっと待ったおじさんって取り上げてます？あー、なんか言ったかもしれないですね。なんか聞き覚えのあるワードです。あのちょっと待ったおじさんって、はい、あのこれ調べていただくと出るんですけど、はい、おじさんが自分のシールを作ってるんですよ。ピエロの格好をしてるんですけど、はいはい、それか鈴鹿どっちが欲しいかって聞かれるんですよ。知らないですね。私の、あ、ちょっと東大阪なんですよ、はい、東大阪に住んでて、それ子供の時ちょっと待ったおじさん見てるから、はい、まあ、みんなね鈴いらないから、はい、シールをちょうだいって言うんです、はい、でそれちょっと待ったで検索してもらうと、うん、もう想像の100倍ぐらい気持ち悪い写真なんです。その、ピエロの、ピエロの服着た自分の写真のシールなんですけど、はい、ちょっと見てもいいですか？あ、見てください、見てください。ちょっとまたおじさんで街中に貼られていて、あ、そう、なんか想像しているよりも怖い、ちょっと怖いですね。怖いですね、なんか生々しいですね、うん、これなんだって言って、まあ、一回テレビに取り上げられたりとかしてたんですけど、うん、まあ、結局やっぱり女の子を家に連れ込んでて、わいせつ罪で捕まったんです。しっかり捕まってたんです、はいはい、っていうのがあって、でもうちらの時代やっぱ女の子だけじゃなくて男の子もあって、うん、これ今、54歳の方が4歳の時に経験したお話なんですけれども、はい、4個上のお兄ちゃんがいるんです、はい、高架下に公園があって、はい、でそこ雨が降っても濡れないからよくそこの公園に遊びに行ってたんですって、うん、そしたらなんかこう行列ができてるんです、子供の。ほう、でえっと思って、なんだこの行列と思って、もう辿っていくと遊具で円柱のこういうなんかちょっとずつ高くなっていっている円柱のこうなんかコンクリートでできたあるじゃないですか、あれのいっちゃん高いところにおじさんがこうやって座っているんです。片膝、そうそう、かっこいいですね。そうそうそう、片膝立てたおじさんこうやってやってて、で お兄ちゃんがバーって来て、おいって言って、 お前あのおじさんしょんべん売れんでって言ってきたんですって。しょんべん売れんで、そうで、えって言って、そのおじさんはあのワンカップの入れ物を渡してくるんですね、うん、ワンカップの瓶の、はいはい、で、あのその場で男の子です、はい、その場でしてくれたら50円で、ちょっと恥ずかしいってなって草むらでやってきたら30円で買い取ってくれるんです。お、で、その人は出なかったんですけど、まあ、男の子しか買い取ってくれないから、うん、女の子たちはこう羨ましいみたいな感じで見てたんですけど、でそれ出すじゃないですか、渡すじゃないですか、ガッて飲んで、お金チャリンってくれるんです。その場で飲むんですよ。おその場で飲むんです。やばい。5円のお菓子とかも売ってた時代だから、はいはい、割と50円嬉しかったって言って、50円前でも安いなって思ったんです。うーん、あ、それ安いよな。まあまあ相場がね、とはいえじゃないですか。とはいえ確かになんか、とはいえ安いです、ね、なんかぼったくられてる気はしますよね、ちょっと、はい、はい、っていう話っていう話。あ、ね、あ、面白い。今もそういうちょっと名物おじさんとか、うん、ちょっと街のヤバい人みたいにいますけど、さすがにその場で正面外おじさんを聞いたことがないですね。その場でね、でまた渡して、確かに安いよね。安いよ、うん、安いよ。いくらだったらやります。僕ですか、うん、正面さん今のレートで子供の頃ですね。あ、そうそう、子供の頃、うん、子供の頃もすごく貧乏だったので、50年前ぐらい、いやもう本当日本行けばそこ行ってましたよ多分。本当に貧乏だったんですよ。そうか、なかったんで150円ぐらいでもやってたかもしれないですね、うん、
うん、他の近所の名物おじさんみたいにいたじゃないですか皆さん、うん、僕の中で大日本帝国のおじさんっていたんですよ、うん、なんかその日照掲げて自転車でなんかスピーカーで何かをこう自分で喋りながらこう自転車をこう漕いでるみたいなおじさんだったんですけど、あるその大日本帝国のおじさんが焼肉屋があるんですけどその前をこう通ってるのを見かけて、そしたらずっと北朝鮮からミサイルが来るぞって言ってたんですよ。で自分で口でサイレンの音言ってたさ、来るぞみたいな、でまたなんか言ってるねみたいなことを言ってたんですね。母もいやあれ使って自体もああいうのあってああいうのやばいからって言ってた。その2日後に本当にミサイル飛んできたんですよ。すげえ。あの初めて日本にあの長距離のミサイルが何発か飛んできた、あれ僕が小学生の時だったんですけど、本当に飛んできたんで、もしかしたらあの人本当に大日本帝国の人だったかもしれない予言者かもしれないし、なんかそういうアマチュア無線とかをやってた可能性もあるなと。傍受して傍受して本当に危機を知らせてたんじゃないかって大人になったら今思うんですけど。いました、やばい町のなんか名物の人。そうですね、でも結構お菓子くれるおじさんの。いましたね、お菓子ね。そう、なんか私引っ越してきた時にそのお菓子くれるおじさんみたいなのがいるよっていうのを地元の子たちに教えてもらってで妹と一緒に歩いてたんですけど、でも話は聞いてたけど実際声かけられたらやっぱ怖いみたいな。でおじさんが妹にお菓子あげるよって言って、もう長女だからやばいと思って大丈夫です逃げた。いや物くれる系の人って結構危ないというか。ハロウィンとかね。あ、タスクさん。これ僕が19歳の時なんですけど、僕居酒屋というか焼き鳥屋さんで飲食店であの働いてたんですよ。はい、あの常連さんでよく来てくれる男性の方がいたんですよ。うんうん、でその方年齢が30代後半で、まあ、見た目シュッとしてて。で中肉中背の方で身長高いんですけど、みんなからしげさんって呼ばれてたんですよ。でこのしげさんお店来ると食べたものを全部きれいにまとめて机とかも全部きれいに拭いてカウンターとかに置いてくれるんです。だからもう後片付けほとんどいらないんで、しげさんが来た時はみんなあしげさん来られましたみたいな、でいつものドリンクを頼んでみたいな、そういう常連の方だったんですよ。で最初は1人2人で来てたんですけど、だんだんそのしげさんと仲良さそうな同い年ぐらいの人を 5,6 人連れてくるようになったんですよ。で結構その笑ってるしげさんというか楽しそうにしてるしげさんっていうのを見ると新鮮だったので、僕の中では印象的に残ってるお客様だったんですよ。だからある日6人ぐらいでまたそのしげさん来られて、座敷に座られてこうみんなで焼き鳥とか食べてたんですけど、しげさんの方から僕に話しかけてくれたんですよ。で君なんかいつも頑張ってるねって言ってくれて、ありがとうございますって、いつもありがとうございます、その綺麗に片付けてくださってみたいな感じの、そのいつも僕がしげさんに対して思ってたこともこう伝えたんですよ。だからしげさんがうわなんか君すごくいいねみたいな感じでこう僕のことすごい気に入ってくれて、でそこからまたこう常連さんでこうよく来るんですけど、僕にすごく話しかけてくれるようになったんですよ。ただしげさんいつも食後に頼むデザートがあって、でそれがあの白玉のアイスなんですよ。はい、ただそれをこう僕にすごく作らせたがるんですよ。デザートいつものよろしくって言ったら僕が作る。でそういう関係が半年くらい続いたんですよね、お客さんと。ある日このデザートまた頼まれてこう作ってる時に、わざわざ僕が作ってるところまでこうスーッと一人でしげさん来られて、ちょっとみたいな、はい、ただもし今日仕事終わって時間があったら一緒にご飯食べないって言ってくれて、ですごい嬉しくていいんですかって店長にも許可取って、あいいよしげさんのところなら行っておいでみたいな感じでご飯食べたんですよ。でそこで初めてこのしげさんというのが何者なのかっていうのを僕知ったんですけど、この方はとある塾を任されてる塾の先生だったんですよ。でオーナーではないけどもその塾を仕切ってるっていうような感じで、でいろんな勉強を教えてるっていうので、あ確かに言われてみたらすごい知的な感じしてますねみたいな話をして、なのでしげさんの方から君なんか将来夢とかあるのみたいな、で僕その当時お笑い芸人になりたいとかこういう仕事したいっていうのがあったのでそれを伝えたんです。そしたらしげさんが僕はね一つちょっとこう特殊能力があるんだよ、っていうのもね今僕の周りにいる仲間とかもそうなんだけど、僕がこの子いいなって思った子って絶対将来ドーンと跳ねるんだよ、絶対成功するんだよ。だから君はすごい将来有望だと思うからその夢頑張ってねって言ってくれて、でもそんなこと言われてもすごい嬉しくなっちゃって、しげさんめちゃくちゃいい人やなと思って、だから、今後もちょっとなんかね長くねお付き合いできたらいいなって思うから、あのよかったら今度塾に遊びにおいでよって言ってくれたんですよ。
ってどこどこにあるっつって、まあ、車で15分ぐらいで比較的近い場所だったんで、あもうぜひ行かせてもらいますっつって、またしげさんとその場で連絡先交換しまして、でその間もずっとお店に来てくれてたんですよ。たらある日連絡が来て、いついつ空いてるって、よかったら僕この日塾が終わる時間この時間だから空いてたら来てくれないかって連絡が来たんですよ。だから僕その時間に行ったんです。ちゃんと塾はあって、その立派な塾ですよ。ただ中入ったらしげさんと8人ぐらい、しげさんと同い年ぐらいの人がいて、でその奥にオーナーさんいらっしゃったんですよ。でその方っていうのがスキンヘッドでこう金のネックレスをつけて、ピチッとした服を着た恰幅のいい60代ぐらいの男性で、声がガラガラなんですよ。で、おー来たか、あれがしげが言っとったあの若い子かって言うんですよ。だから僕ちょっとそこでなんか怖いな、誰だこの人って。そしたらしげさんが、あーこの人あの僕のオーナーさんだから、あーそうか、いい飯とんな君っつって、座り座りっつって、で僕その塾の教室のところに座らされて、そしたらしげさんが、いやこの子ね本当にすごいのよってみんなに言うんですよ。でいつものしげさんとはちょっと違って、まあ職場だからっていうのもあるんでしょうけど、ちょっとこう本当ピシッとしてるんですよ。この子はね、僕初めて会った時からこの子の目を見てね、この子すごいやつになるって僕思ってたんだよ、どうみんなから見てって言ったら、みんなもいやこの子はすごい、逸材逸材、すごいの見つけてきましたしげさんつって、なんでやねん、みんなでブワッと僕のことを一斉に褒めてくれたんですよ、うん、で僕そんなに人生で褒められてこなかったので、はい、自分よりもだいぶ年上の人、うん、で何よりそのしげさんとかにそんなみんなの前で褒められたのが嬉しくて、うん、ボロボロって泣いちゃったんですよ、うん、そんな言ってもらえて嬉しいです、ありがとうございますって、こんな頑張ってきてよかったなって応援ますっつって、したら、いやよかったよ君と出会えて本当によかったって言って、まあ、雑談というかみんなそこにいる人たちの話が始まるんですけど、話すと一人一人、じゃあ僕はこの辺でってこうどん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 塾から出ていくんですよ、うん、でとうとう最終的にしげさんと僕とその金のネックレスの方と3人になったんです、うん、ただしげさんがちょっとこれ見てほしいものがあってさっつって、こんな分厚いファイルを取り出したんですよ、うん、で、これはちょっとあのタックンだけ話すなっつってバッて開いたら大きな地図が書いてあるんですけど、うん、はい、これな長野県にリゾート地、巨大複合施設を含むリゾート地の今建設の計画を俺たち立ててるんだと、それを今一緒にやってる誰々さんっつって、そのオーナーさんだったんですよ、うん、でなんでこれ僕に見せたんですかっつったら、やな僕ら今ここの広告をしてくれる人、看板ですよね、うん、そのリゾート地を紹介するコマーシャルとかを打とうと思って、でその広告看板コマーシャルの顔にタク君を使いたい、はい、急に焼き鳥屋のアルバイトの人が大抜擢ですよ、で俺の目に狂いはないからと引き受けてくれないかって、うん、で僕もうずっともうボロボロ泣いてますから、真実かこんなの、いや俺と一緒に夢を叶えようと、俺は君みたいな若い子を探してて、俺はもうみんな年が結構いってるからと、でいろんな工芸人とか見るけど全然ハマんなかったけど、君と会った時にもう俺は絶対に君しかいないって思ったからやってくれるって、いややらせてくださいっつって、そしたらよろしくねっつってこう握手してありがとうっつって、でこのファイル閉じて、ただちょっと一個なって、まあ、協力するにあたって本当に仲間っていうことをちょっと示してほしいって言うんですよ、うん、で何ですかって どうしたらいいですかっつったら、あの今この建設ちょっと揉めちゃったことがあって資金があとこれだけ足りてないって言うんですよ、でその額が大体1000万ぐらい足りてないっていうのを、なんかこうなんですかね、伝票みたいな集計表みたいな数字がいっぱい書いてあるものをこう見せられるんです、でこれで足りてなくて、で今この援助をちょっと集めてるんだと、ここのお金をちょっと出してくれないか、全部とは言わないから、でもこれはもう全部この期間までに返すからっていうその返済計画みたいなの出されて、でもこんなお金もともと僕持ってないですと、たらいやあのそれがねちょっと今から説明するんだけどつってまた書類出して、でそれが消費者金融で僕借りたことがなかったんですけど、消費者金融でまず満額お金を借りますと、年収の3分の1借りますと、で借りたら借りたその3日っていうのは3日間っていうのは信用情報っていうのにまだ反映されないラグができるって言うんですよ、ほう、はい、だからその3日間の間に次の会社次の会社次の会社っていう風に借りていけば、信用情報が傷がついてない状態、まだ借り入れされてないよっていう状態でいろんな会社から借りれるっていう、その昔のやり方、もう今はもうちょっと厳しくなってますけど、うん、があるんですけど、それができると、うん、だからそれで300万円を借りて僕に渡してほしいと、なるほど、で返済っていうのは全部自分がやる、だから連帯保証人は俺がやるから、はいはい、やってくれって言われて、まあ、僕は分かりましたって言っちゃったんですよ、それで仲間ですもんねって、
そっか、感動もしてるしね、はい、もう熱くなっちゃってて、そしたらその横にいた金ネックレスのスケートが、うわすげえわお前、おやっぱすげえお前、シゲと同じぐらい修羅場くぐってんなって僕もはーいっつって、うん、でそれを家に帰って母親に話したんですよ。いやちょっと今日こんなことがあって、まあ、シゲさんという人がいてって言ったら、はいはい、うちの母親がセブンスター吸いながらバカじゃないって言ったんですよ。おその一言でなんかパーンって目覚めたんですよ。よかった。ほっ！ってなって、よかったじゃん。でそれをすぐに僕働いた飲食店の店長とかに全部伝えまして、うん、こういうことが実はあったんです。そしたらいやもう絶対に詐欺や、うん、これはもう詐欺に違いないってなって、うん、したら本当に結局その塾でそういった詐欺が行われてまして、塾自体は経営してたんですけど、あ本当にやってた、その塾生を巻き込んで、はい、塾生全員から消費者金融でお金借りさせて本当にお金振り込ませてたっていう大詐欺師だったんですよ。いやすげえ。だから本当に僕の詐欺師の手口っていうのをもう寸前まで実体験したんですけど、あれは騙されます若い子。あわからない、騙されます。19の頃があの本当に騙されてるって感覚がないんですよ。だからもしあの時ちょっと母とかがえすごいいい話だねとか、うん、僕が例えば母との信頼関係がなくて親に相談しないというかこういうことが起きたよって言わないような人だったら、うん、多分すごく騙されて今ものすごい借金を背負わされてたんじゃないかなと思うとゾッとするなと思って。うわー怖い。まあだけどその予言は当たってるよね。もう売れたもんね。それはね見る目は本物。見る目はあるよね。みんなこいつは大物になるでって。そういうことなんですかね。若いとね特に経験がないから分かんないよね、自分ってすごいんだって、ね、なるよね。信じたくなっちゃいます、ね、客もやりますしね。けなして、うん、あーそうそう、緩急つけるとね、いつの間にか言いなりに。ブラック企業の研修でよくやるはい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 、うん、チームを作ってグループに分かれて、うん、お互いをもののしり合って、うん、お互いがもう泣くまでやるみたいな、散々やった挙句最後にお互いを褒め合って、まあ、本当にすごいやつだよみたいな、こんな言ったけどお前は多分成功するよみたいなので、みんなテンションブワーって盛り上がった時に、うんうんうん、なんかみんなで輪になれっつって輪にして、はい、でみんなで輪を描いて、はい、そのなんかスタートボタンを押したら、はい、あのラブファントムがかかってビーズのそうビーズの、はい、いらない何もってみんなでこうなんか踊りまくるおーすごいどこから自己啓発セミナーだな。やっちゃうんすよね。だからもうそのしげさんともね1年ぐらいです合計関係値でいうと、うん、完全に信用しきっちゃってたんで。そうだ1年のね、そうそう、ずっとただ来てた常連さんだったんで、ずっとこう品定めしてたのかなみたいな、うん、はあ怖かったっすね。あっおーラムさん、はい、そうですね、なんか理不尽に炎上した話をしようかなと。理不尽に炎上した話です。結果的には一瞬だけあの結婚してた時期がありまして、ほんと短く半年ぐらいなんですけど、その時まあ僕が住んでた部屋に彼女が越してくるって感じだったんですけど、はい、まあ、2部屋あって1個仕事部屋で1個ベッドルームでって感じだったんですけど、で彼女の方はその蛇の販売とかあの爬虫類ショップをやってて、はい、ただ僕は蛇とかあんま別に嫌いってわけでもないけど、はい、好きでもないからこう持ち込まないでねみたいな感じでやってたんですけど、はい、なんかある日なんかどうしてもちょっとこの置ききれないのがあるから、はい、ちょっと何日かだけ置いてもいいみたいな言われて、はい、ダメとも言いづらかったんで、はい、いいですよって言ったらこう、まあ、本当にこれぐらいの虫かごに入ったこのちっちゃいコーンスネークの、うん、まだ育ってないやつがこう2匹2つぐらい来て、あまあまあこれぐらいだったら可愛いもんですよねみたいな感じで、まあまあまあ数日と置いてあったんですけど、はい、数日後4つぐらいに増えてたんですね、その虫かごが、はいはい、まあまあまあ、はい、と思ってたらこう加速度的にこう増えていったわけです、部屋の中のヘビが、はいはい、でもう普通に生態のヘビも送られてくるし、なんか爬虫類だから、まあ、トカゲとかもいるんだけど、はいはい、虫もあって、その餌とするコオロギもう大量に来て、なるほど、それまでずっとリーンリーンって鳴くからきついんですけど、とか売り物自体のこの腕虫とか、うわあのマダガスカルオオゴキブリっていう、うあのナウシカのオウムみたいなやつとかが来て、はいはいはい、それね、あのマダガスカルオオゴキブリって鳴くんですよね、ギーギーギーって鳴くんだ、8匹ぐらいいるからずっとねギーギーって夜中になって、あゴキブリが鳴いているとか、だんだん増えていって、もう本当になんか数十匹いるようになっちゃって、はい、もうこれは言わないかなと思って家帰ったら、彼女のところで働いてる人がこうトントントンってこう棚を作ってるんですよ。
ゼロからで、彼女の部下ではあるけど僕の部下ではないので全然無視してこう僕の家でこう棚を作ってて、中ぐらいのタンスをこう横に倒したぐらいの棚を作って、何何と思ってたら本当に結構生態の大きい錦蛇が2体こう運ばれてきて、でかこれよくニュースで見る逃げ出してめちゃめちゃ怒られるやつじゃんとか思ったけど、許可取ってなさそうだけど聞いちゃうとなんかこう、そうですね、僕も罪になりそうじゃなくて、しかもそれが2体来て、もうさすがに僕もちょっとだんだんノイローゼじゃないけど、あの嫌になってきて、ちょっとこれ言わないかなと思って喧嘩になったんですよ。たら持ち帰ってくれずに帰ってこなくなっちゃったんですよ。なんか拗ねてで、ただ季節がねもうだんだん11月とか12月になってきて、で寒くなってきてて、で僕蛇とか飼ったことないから全然分かんなかったんですよ。その、ただね寒いのに蛇って弱くて、しかも僕仕事部屋だけにあのエアコンがあって、あのベッドルームはその電気毛布とかで温めてたから部屋の室温が上がらないから、みんなまあ冬眠してるのが中でも弱っていくんですよ。それまでちょっとすごく嫌な蛇だったけど、弱っていかれたら弱っていかれたですごい嫌な子で、僕も病んできてて、ある日寝てたらおおおおって声がするんですよ。で何と思ってパッと見たら錦蛇がこう鎌首上げて、パタッこれ死んでしまった死んでしまったと思って開けてこうカタカタカタってやったけど、ああと思ってもうそれもう本当にダメだと思って、もうメールでちょっともう本当に1週間以内に全部こう片付けてください、会いたくないなら僕も顔合わせないんです、1週間部屋開けるんでその間に下げてくださいって。でそれから1週間もうちょっと僕あの知り合いの編集プロダクションに止めさせてもらって家帰らなかったんですよ。でも1週間で片付いてなかったらかなりショックだから、そうですね、帰れなかったんですよね家に。だから結局1ヶ月半とか経ってから恐る恐る家帰ったんですよ。でふわって開けたらもうその蛇はいなくなってたんですよ。でよかったと思ったんだけど腐敗臭がするんですよ、臭い匂いがして。で電気つけたら電気つかなくなってて、1ヶ月半開けてたから電気止まってたんだと思って、これ何の匂いだろうと思って、冷蔵庫かもしれないと。冷蔵庫中物も入ってたし、あのヘビの餌ってあの凍らせたネズミなんですよ。でそれがこういっぱい入っててそれもすごく嫌だったんですけど、そこにアイスとかガリガリ君とか入れられないですから、でそれが腐ったんだと思ってバーッと開けたらデロデロに腐った錦蛇がデロデロって出てきて、なんかあーってあーって笑ってました。もう本当に死ぬ思いしたんですけど、まあ、それをこうビニール袋に入れて、まあ、ここからは別に余談なんですけど、どうしようってなるじゃないですか、こんな大きな錦蛇。でも電話するのも嫌だとか自分で処理しようと思って、当時住んでたのが杉並区だったので、杉並区に電話したんですね、どうしたらいいですかと。ただあの普通にゴミの日に出してくださいって言われて、ペットって書いてくれてもいいし、あそうなんだと思って、で調べたら猫とかその大きすぎない犬だったらゴミ袋に入れて捨てられますっていうのが出てて、あそうなんだ、僕すごい助かったから、そういうルールがあるんですよっていうふうにあのライターとしてネット記事書いたんですよ、めっちゃ炎上してペットをそんな風に捨てるなって怒られたっていう、そのなんかいや別に区とか市のルールなのにめっちゃ炎上したっていう愉快な話でございます。愉快ではないけども、私はちょっと難しいとこですよね。今ワンちゃん、あでもワンちゃんたくさん飼われてますからね。だからもう一回ちょっと荒らします。個人的な葬儀屋さんとかって悪徳なところがそれこそ多いので、まあそうですね、その区とかがやって、区は一応こうゴミと同じとこかもしれないけど、一応今は専用のところがあったりとか、その一応お寺と組んでやってくれたりとかもしてるので、うん、そういう公の方がお金もらえたりとか粗末に扱われたりはないかもしれない、なんかこうトラックで葬儀場来てくれてね、あの仮装してくれるけど実際はせずにどっか捨ててるみたいな、よくありますよね。うわひどい、ありますよね、よく見つかったりもするし、そうなんですか、ひどいっすね。なんか苦手な動物とか虫とかあります？私ハトが苦手で、ブドウ酒ハトダメ、シンプルな、そうなんかあの菌をたくさん持ってそうで、あまあまあ確かに、まあ、実際ね言われてますから、行く道の時にたくさんハトがいたりすると、
通れない。おお。公園とかも。ずうずうしい鳩が嫌いです。ずうずうしい鳩。確かに遅いしね。たまにねいますね。ずうずうしいとかこのカラスとかも、はいはい、もう車来てんのに分かってるのにもうこうずっといとかない。うんうん、あれずうずうしいって呼んでるんだ。ずうずうしい。ずうずうしいがついたら鳩以外でも全部嫌いと思ってる。まあまあまあそうですね。いろいろね。特に鳩がねもともと苦手意識があるって。そうね。この間フレンチのコースでメイン選べますよって言われて。うん。黒毛和牛のなんか何々か鳩ですって言われたんですよ。鳩、うん、鳩ってなんか黒毛和牛と鳩、うん、選べますよって多分ですけどみんな黒毛和牛行くなと思って、うん、鳩頼んだんですよ、うん、僕鳩のコースめっちゃうまかった、でもあの言い方だとみんな私ですよね。ポッポーなんてね言ってまあちょっと僕そのいまだにちょっと謎なちょっと体験というかありました、はい、その元カノの話なんですけどねこれね、はい、結構前ですよ8年ぐらい前にちょっと付き合ってた女性がいらっしゃいましてねでその女性が高円寺の方に住んでたんですよ、はい、高円寺の方に住んでましてで僕はちょっと反動性じゃないですけどまあちょっと入り浸ってるっていう状況なんですよね、はいうん、なんかもう全然食えないからもう楽だしっていうのがあってでまあこうやってたらまああの何ていうんですかねもう生活したら会話もなくなってきてねなんかこうキーンとした空気もあってもうなんかちょっともう出ないとダメかなみたいな状況だったんではあるんですけどねでこのまあとあるあの歯ブラシ置き場あってまあ歯ブラシを使いますわ、はい、で私がこうペットをねこうやって置いて、はい、でしばらく経ったらその彼女もない、まあ、まあなんかちょっと精神がちょっと、まあ、キーンとしたんでしょうねてめえ歯ブラシの置き場がここじゃねえだろっつってここの眉間にパーンとこうやってきててらめやろみたいなもうすごい散々な目にあっちゃってでそんな彼女はですねすごい足の裏が硬いんですよめちゃくちゃ足の裏が硬いめちゃくちゃ硬いんですよそんな彼女はってそんな彼女があの本当にあの何年来たらそんなに硬くなんだっていう角質の持ち主で、はいはい、で、まあ、当時若いですよまだ28ぐらいだったんですかね、うん、彼女がもうだもう触らせてもらったらもう本当カチカチでもうあの鏡餅のもう2倍ぐらいだと思ってくださいもうすぐそれでもうちょっと背中ゴシゴシやってくれてたりとかもあとある日にあったりもしてそれいやええやんみたいな感じでなんかこうやってたりもしたんですよでそんな彼女ででもあの素足で散歩に行ったりもするんです、うん、たまに硬いから硬いから何をどこに目指してるのか分かんないけどねでこんなこうすごい珍しいなと思ってたんですよそんな彼女でとある日なんですけどちょっと用事があるってことでちょっと新宿の方に行きたいっていうことだったんですよね、うんはい、あじゃあ俺もちょっともう出るわとか言って、はい、でこう一緒にでその彼女と歩いてたんですよ、はい、でその彼女があっとか急に言い始めて、うん、タッ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 サーって僕から離れてたんですね、はい、でおーどこ行くんだどこ行くんだみたいなもう新宿ってから分かってるんですけど、はい、まあ新宿に行ったんだろうと思って、はいはい、でそっからもう音信不通になっちゃったんですよ、行方不明みたいになっちゃったみたいなでもう彼女の家に行っても、はい、その彼女がいない状況ですよねそれがこう続いてもう、まあ、いいわと思ってもうわけわかんねえと思って、まあ、僕はもう自分家でこう過ごして1年後ですよその1年後電話がかかってきてそれは彼女からなんですよねで取ったら「あ久しぶり鍋作ったから一緒に食べない?」とか言うんですよなんだ1年ぶりにと思ってすっぽ抜けてるんですよこの1年間の状況がもうなんだこれと思ってもう興味が分かったもう行くかみたいな感じだってもう一回そのどこだっつってでまあその高円寺だったんですけどまだあまだいたんだと思ってねでこう行ってそしたらこうその彼女が赤ん坊抱いてるんですよおかえりみたいな感じでで なんだその俺のここかみたいなじゃなくてもうすでになんかその結婚してて、その1年間ででもう子供ができて、まあ、小さい子供ですよもう本当に、うん、生後もう 2,3 ヶ月ぐらいの、うん、でじゃあ一緒に鍋食べようなんかっつってなんだこの状況で鍋と思ってじゃあ食べてみようかっつったらただの水炊きのなんか水道水入れてなんか鳥のやつでさ冗談じゃねえよバカ野郎と思って何がしてんだよと思ってっていうちょっとあの謎なんですけどねめちゃくちゃ怖かったっていう夫さんはいないんですか夫さんはそのもう結婚してそこの場にはいなかったんですけど、うん、そうなんですよ
すいません、ありがとうございました。癖強い、癖がすごい。体調悪い時に見る夢をなんか今話されたみたいな、夢のような悪夢ですよ。何の時聞かないんですか、その空白の期間の時とか。だからその何やってたのかみたいなのはもう聞いて、なんかそのなんか赤ん坊持ってたじゃないですか、うん、だからそれでまあもうそこで驚愕だったんですけど、だからもうそのなんかあなたと一緒にいる時にもうできてたんだと。ああなるほど、そうなんです、そうそう、計算的に、そう計算的に言うとそうなんです、できてたんだと、うん、それも相まっての、なるほど、そうだ、ああとかつってもう無理ってなったんですね。もう無理ってなってたのかもしれないっていう、逃げるってなってボバーみたいな、うん、そうそうそう、とこういう数奇な人生は、うん、楽しそうですけど、ね、そういうのはちょっとなんか得意そうというか、ない得意そう得意そう、会いたい、こういう、え、ちょっと体験はしてみたいですね。でもガンジーさんと一緒にいればもしかしたらできるのかな。あ、確かに多い多い、うん、ガンジーさんと一緒にそういう、すごいその気になったかもしれない。まあ、部屋がまだ決まってないんだけどな。そうだそうだ、部屋が決まってないんだけど。リスニーさんからこんな DM です。タカさんこんばんは。こんばんは。近年温暖化とか地震とかで物騒な話題ばっかりだなと思います。これだけ災害が起こる地球はもう捨ててどっか他の惑星に住んだ方がいいんじゃないですか。地球以外に人類が住める星とかってないんですか。ぜひ調べて動画にしてください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。地球を捨てる、我々は住ませていただいてる身で捨てるだと。そんな君の考え方で他に行くところがあったとしてもお前は行くことができるかな、小僧。失礼しました。そんな今日はちょっと宇宙系のお話をしようかなと思ってですけど、リクエストでもありました地球以外に人間が住める惑星というもの、これね意外とあるんですよ。結構ワクワクするような話がたくさん出てきたんで、今日はいつもよりも長めにゆっくりねとりとやっていきたいと思います。まあ、一応睡眠用も兼ねてということでこちら企画したんですけど、まあ、正直1ミリも寝かせる気はありません。明日の朝全員漏れなく目がバッキバキになることを目標にしたいと思います。覚悟はよろしいか。では早速なんですけど、現在我々が住む地球に関して軽くおさらいなんですけど、皆さんこの我々人類がこの地球に住めなくなるまであとどれぐらいだと言われてるかご存知でしょうか。ここは専門家によってね、いろんな意見があって分かれるんですけども、その中のいくつか説を紹介します。まず一つ目の説としては、約2億5000万年後に地球上から全ての哺乳類が姿を消すという予測です。余裕でした、おやすみなさい。まあ、これは僕の母校でもあるイギリスのブリストル大学の科学者らがスーパーコンピューターによって遠い未来の気候モデルを活用、つまり未来の地球の姿をシミュレートした結果導かれた予測になるんですけど、まあ、それによると今から約2億5000万年後にはパンゲアウルティマという各大陸が集まって形成された一つの超大陸が完成すると考えられています。ハワイまで歩いていけるというのが科学的には冗談じゃなく事実になったということで、これは1915年に提唱された大陸移動説、つまりプレートの移動によって大陸ごと引っ張られるという考えに基づいた予測です。というのも実は過去20億年の間で 4、5 回はこういった超大陸が形成されて、そして分裂してきたというふうにも考えられています。その一つがいわゆるパンゲアウルティマ大陸と呼ばれているものです。ではこのパンゲアウルティマが形成された時、地球は一体どうなるのか。結論から言うと、人間はおろか地球上のほとんどの人類と哺乳類が生存不可能なほど地球が高温になってしまうと考えられています。まず地殻運動により火山の噴火が増えます。結果的には大気中の二酸化炭素量が増加することで、厳密に言うと大気中の二酸化炭素は現状の2倍にも達すると考えられています。これによって地球温暖化にはさらに拍車がかかりますね。次に太陽放射の増加というもの、すなわち太陽の明るさが増すというものなんですけど、具体的には今よりも 2.5% ぐらい太陽放射は増加すると考えられています。そこまで大きい数字じゃないようにも思えるんですけど、これも温暖化にさらなる拍車をかける要因となります。じゃあこの温暖化によってパンゲアウルティマ大陸の大部分では気温が40度から50度、極めて高温かつ乾燥したパサパサの気候になります。そうなると飲み水が存在しなくなります。すると人間含め哺乳類というのはここまでの高温の中長時間耐えられるようにまだ進化していません。なので結果的にはこの大陸のうち哺乳類が生息できるのは全体の 8% から 16% ほどになると考えられています。ただしこの2億5000万年後っていうのは人類が化石燃料の燃焼を今すぐやめた場合の想定で、まあ、今のペースで燃やし続けた場合ですね、この年数は半分になり得るとも考えられています。ただ実際この数字を聞いた時ですね、まあ、思ったよりも先の話やなとそう思われた方がほとんどだと思います。ただこれはあくまでもパンゲアウル
ティマ大陸が形成されるまでに人類が滅びなかった場合の想定です。各専門家の中にはもっとシビアな見解を示している方もいます。2020年、東京大学などが東京フォーラムっていうね国際会議を開いたんですけど、この際ですね、過去に国連に勤められていた専門家のクリスティアナ・フィゲレスさんという方が、私たちが地球を守るために残された猶予は残り10年しかない、そう警告して専門家の間で話題になりました。ちょっと待て、短いぞ。これは10年後に地球が滅びると言ってるわけではなくて、我々人間が地球の未来に影響を与えられる猶予はあと10年しかないということをおっしゃってるんですけど、言い換えればこのままいくと2030年以降何をやったとしても大して意味がない、地球環境が完全に制御不能になってしまうということなんですね。もうちょっと中国なすりつけという技です。これは主に地球温暖化による気候変動というのが要因だと考えられてるんですけど、この気候変動によって具体的には異常気象が頻発して災害が増えて様々な被害が生じる。さらに熱帯の島国なんかは海面上昇で国土が沈むとかの可能性があるということなんですよ。で、実は現在までに世界では6億人以上が気候変動によってかつて住んでいた地域に住めなくなったということが分かっていて、これはイギリスのジャーナル誌ネイチャーサステナビリティで発表された論文でして、2100年までにこの温暖化によって今の場所に住めない人口というのは約20億人にも上ると予測されています。つまりこのままいくと70年後には今の世界人口の4人に1人は強制移住の必要性に駆られるということです。じゃあこの気候変動の壊滅的な影響を避けるためには2030年までに世界の二酸化炭素排出量を 45% 削減、ほぼ半分ですよ。2050年までに化石燃料の依存から完全に脱却、パリ協定の目標である産業革命前より 1.5 度の気温上昇に抑える必要があるんですけど無理。そして仮にこの条件をクリアできたとしても2100年までには約4億人が強制移住になる可能性があると言われています。日本に限って言うと2100年には熱帯化してお米が栽培できなくなるとか予想もありますね。まあ、他にもいろんな説はあるんですけど、まあ、結論、遅かれ早かれこのままいけば地球上の多くの方が今住んでる場所では住めなくなるということです。となってくると、ここでふわちゃんと頭によぎるのが、地球以外の惑星にお引っ越しをするのはどうなんだという発想ですね。これも後ほどお話しするんですけど、じゃあそもそもこの人間が住める惑星の条件、これ皆さんご存知ですか？まあ、ちなみに僕はキャンタ君さえいてくれればどこでも住めるんですけどね。まあそんなことは言ってられないということで、まあ一般的に一般人の皆様が生命活動ができる惑星というのは適切な温度、気体の酸素、液体の水、この3つの要素が全部揃う必要があると言われています。ちなみにこの3つの要素が全部揃ってる生命居住可能領域、これをハビタブルゾーンと呼ぶんですけど、このハビタブルゾーンは中心となる恒星によって範囲や距離が変わると言われてて、太陽系の場合その領域の中にあるのが地球だけなんですよ。例えば生命活動に必要な要素である液体の水、これを一つ例にとって考えると、地球よりも太陽に近い金星では水は赤外線の影響で水素と酸素に分解されてしまって、逆に地球よりも太陽から遠い火星では温度が低すぎるんで水が地中で凍ってしまうんですよ。さらに我々生命が呼吸するためにはその惑星に地球を包むような大気の存在が必要です。そのため惑星はある程度の質量を有する必要があると言われています。あとは小さな惑星だとその分石油みたいなエネルギー源も少ないということで長期的な生命活動には向きません。惑星の大きさとか質量もポイントになってくるんですよ。他にも温度、自転の速度であったりとか細かい条件がたくさんあるんで、まあ、言い換えてしまえば我々が住むこの地球というのは全ての条件が奇跡的に揃ったパーフェクトな惑星だということになるんですよ。ただこれはその地球に生命が誕生したという考え方もできれば奇跡的な惑星という方もできるんですけど、じゃあなぜその条件をクリアして地球は誕生したのか、これは以前の動画でも解説したんでちょっとざっくりにはなるんですけど、まず地球の元っていうのが太陽の周りを回っていた小さな星、微惑星なんですけど、太陽ができたのが今から約50億年前ぐらいで、当時はその周りを薄いガスが回っていました。でそのガスが少しずつ集まって塵になって、その塵がさらに集まることで塊へと成長して無数の微惑星が形成されていきました。で中でもある程度成長して大きくなった微惑星というのがお互いの重力に引っ張られて衝突を繰り返したんですね。でこの時崩れてしまうものもあるんですけど、一部が合体してさらに大きく成長することがあったんですよ。まあ、その合体した微惑星の一つというのが地球だと考えられています。これが今から約45億年から46億年ぐらい前の話ですね。で毎回ですね、この46億年前とかっていう数字、これ一体どっから来てるのかと、これは地球上にある岩石とか鉱物が形成されたと考えられる時期から逆算して導かれています。ちょっとねここ詳しく話すと、まず放射線を出しながら徐々に壊れていく性質を持つ元素があるんですけど、これを放射性元素って言うんですよ。この放射性元素には例えばそれぞれ水素原子の重さが違うウラン235とウラン238があるんですけど、例えばウラン238って約45億年で元の個数のうちの半数が壊れるっていうことが科学的に分かったんですよ。で地球上の岩石とか鉱物にはこうしたウランがほんの微量だけ含まれている場合があるんですね。まあ、その
それぞれのウランの濃度を観察して比較すると、鉱物の中で一番古いものは約44億400万年前にマグマが固まって形成されたものだということが推測できたんですよ。でその一方でですね、あまり知られていないんですけど、実は地球では年間で推定数千から2万個ほどの隕石が落下してると言われてて、そのほとんどが小さすぎたりとか海に落ちたりで、発見されるのは年間で10個ぐらいなんですけど、この隕石ってのは言い換えれば地球の材料となった物質を当時のまま留めてるわけなんですよ。でこうした隕石に含まれる鉱物の中で今のところ最も古いものが約45億6700万年前に固まったものだとされています。つまりこの44億400万年前から45億6700万年前っていうね、この間のどこかのタイミングで地球はできたんじゃないかと推測することができるんですよ。でこのまま生命の誕生までざっくり話すと、誕生した当初の地球っていうのは頻繁にね隕石と衝突していたことに加えて、大気のほとんどが水蒸気とか二酸化炭素といった熱をためやすい物質だったんですよ。で誕生から最初の数億年はですね、地球の表面っていうのはマグマの海に覆われていたといいます。ただ隕石との衝突頻度が少なくなってきて、次第に地球の温度が下がっていって、で地表が固まって、で大気の温度が400度を下回ったところで、そこに含まれる水蒸気は液体の水、それが蒸発することなく地表に届くようになって、すなわち雨に変わったんですね。その雨によって作られたのが海だと言われています。それが推定約40億年ぐらい前の話です。でこっからなんですけど、海ができて生命の材料になる物質が一箇所に集まって、かつお互い化学反応を起こすことができるようになったっていうんですよね。でここ正確なタイミングが分かってないんですけど、自己を再生成する機能を持つ最古の生命が出現したのが今から約38億年前だとされています。ただ生命としての最低限の条件だけでも、膜を持つ、エネルギー代謝をする、子孫や分身を残す、この3つの条件が全部揃わないといけないんですよ。この3つを全てクリアした生命がいきなり出現したとは考えにくいんで、最初は膜があってエネルギー代謝はできるけども子孫は残せないみたいな、不完全な生き物が誕生しては消えて、試行錯誤を繰り返すうちにこの3つの条件を全て揃えた生命がようやく誕生したんじゃないかと、いろんな説が考えられています。ただ確率的な話でもいくと、地球上に最初の生命が誕生する確率っていうのは、ゴミ処理場にハリケーンが通り過ぎたらそこにボーイングのジャンボジェット機が完成している確率と同等なんて言われてるんですよね。あとはプールに全部分解した時計の部品を入れてその時計が完成する確率とかね、つまりまだまだ分からないというのが正直なところです。なので作られたと考えてしまう方がまだ整合性があるよねっていう話だよね。てか何の話これ、めちゃくちゃ脱線したんですけど、ちょっと話戻してますね。だから仮にこの地球がですね、気候変動とか資源の枯渇によってもう住めなくなってしまった場合、移住先の候補としてはどこが挙げられるのか、皆さんが聞いたことある場所でいくと、太陽系の惑星の中では火星が最も現実的だと考えられていますね。ちょっとこの火星の知識から紹介すると、まず大きさは地球の半分くらいで、重力は3分の1程度、大気は100分の1よりも薄くて、その主成分というのが二酸化炭素、表面の温度、これ平均するとだいたいマイナス60度ぐらいなんですよ。ちょっと寒すぎるかな。ただこれを聞いて感想は人それぞれだと思うんですけど、なんとなく頑張ったら住めそうじゃないと僕は思うんですよ。ただこのために課題が山積みです。例えばやっぱり水の問題ですよね。人が飲む飲料水はもちろん、火星でなんか建物とかを作るときにも大量に水は必要になってきます。なので温度がまだ低すぎて、火星の地下には氷として存在しているものをですね、なんとか水として活用できないかということで、数年前だとマイクロ波を火星の地下に当て氷に当てることで水を回収できる技術なんかが注目されました。あとは今年の8月のニュースで、アメリカのカリフォルニア大学の研究チームが、火星の地下深くには仮に火星の表面全体を覆ったとすると、深さ1キロ以上の海になるぐらいの大量の液体の水が存在することを示す証拠を見つけたと、そういったことを発表しました。なのでこれがもし証明できて、その水を回収できるとなったら、人間が火星に住める可能性というのは一気に上がるかもしれません。それでもまだ食料問題、大気中の二酸化炭素の問題、放射線からの保護の問題、居住方法とかインフラの問題、輸送手段やコストの問題と、まだまだ課題は山積みだと言われています。で最近聞かなくなりましたけども、実は2025年までに本格的に火星への移住を目指そうという計画があったんですよ。これがマーズ1計画っつって、2011年オランダで設立されたマーズ1という民間組織が進めた計画なんですよ。でこれ今もね、一応進めている体だとは思うんですけど、っていうのもその具体的なプランとして、2025年に初めの4人を火星に移住させて、その後2年ごとに4人ずつ増やしていくって内容で、これ最初はいやいや冗談きつすぎるぜっつって、世界中からはあんまり相手にされてなかったんですけど、その後協力会社はどんどん増えてって、アドバイザーにノーベル物理学賞受賞者のヘーラルト・トホーフトっていう方が加入したんですよ。それが一気に信憑性を高めることになったんですね。で2013年にはこのマーズ1計画での移住者の選考っていうのが始まって、この時世界中から20万人ぐらいの希望者が殺到しました。で2015年にはその中から男女各50人のマーズ100と呼ばれてる100人に絞られたんですよ。ただこの頃からだんだん金儲けの匂いがプンプンするようになったんですよね。まずこのマーズ100への応募の段階で合格した人っていうのがマーズ1コミュニティの会員になるんですよ。で選考が進むごとにポイントが付与されるんですけど、じゃあこのポイントを増やす唯一の方法っていうのが、マーズ1から何らかの商品を購入するか現金を寄付することだったんですよ。しかも
このポイントってじゃあ最終的な選考とは全く関係なくて、ポイントが多かった人っていうのがマーズ1の有力候補トップ10っていう風にメディアから取り上げてもらえるだけだったんですよ。もはや火星に行きたいのか、ただ単に金儲けをしたいのかよくわからない状況になったんですね。まあ、ちょっとここからは噂程度で聞いてほしいんですけど、まあ、マーズ1これ怪しいなって感じ始めたメディアが会社が登録されてあった住所にインタビューしに行ったんですよ。そしたら従業員が一人しかいなかったっつって、オフィスも誰かの家だったみたいな話があるんですけど、ちなみに調べてみたら2019年にマーズ1は資金調達に失敗したことからついに破産宣告をしたんですよ。ただマーズ1側は破産したのはあくまでも営利部門だけ、非営利団体のマーズ1財団には影響ないと主張してるんですけど、今はこれだけしか情報がありませんでした。本当に火星の旅行が現実的なものになるのか、いろんな意味で注目されています。まあ、ちなみに NASA の推測だと地球への帰還を要する有人火星飛行には4500億ドル、現在日本円で約65兆円ぐらいかかると言われています。なので個人的には火星の移住っていうのはまだまだ遠い未来の話な気がします。でそれよりも近い将来、火星ではなく地球から最も近い月にですね、人類が住める街を作ろうっていうね、月面都市ムンバレー構想っていうプロジェクトがあるんですけど、まあ、火星と違って月であれば距離的にも食べ物とか資源を輸送することができるんで、マーズ1計画よりも実現の可能性はちょっと高いのかなと思います。ただまあこのムンバレー構想に関して話すとね長くなるんで、まあ、もしリクエストがあれば動画にしようかなと思います。はい、とここまではですね、距離とかコストを考えて現段階で現実的に移住が可能とされてる太陽系の惑星に絞った話をしたんですけど、じゃあここからは一旦そういった現実的な話はガン無視して、理論上人類が住むことができるかもしれない、先ほどお話ししたハビタブルゾーンに該当する太陽系外の惑星の話をいくつかしたいと思います。まず T ガーデン星 B、 はい、こちらは2019年に地球とよく似た太陽系外惑星を探す天文学の国際プロジェクトカルメネスの研究チームが発見した地球から約 12.5 光年の距離にある惑星です。遠すぎるこれ。で実はこの時発見されたのが T ガーデン星 B と T ガーデン C というね2つの惑星で、まあ、後者の C に関しては表面温度はマイナス47度と火星に近い環境が想定されてるんですけど、前者のこの B に関しては気温が0度から50度の範囲、地表が28度前後っていうね、まさにドンピシャな環境の可能性があるんですね。またどちらの惑星もですね、ハビタブルゾーンに属してるということで液体の水が存在する可能性も期待されています。ある惑星が地球にどれだけ似てるのかを示すための指標として地球類似性指標 ESI っていうのがあるんですけど、まあ、それでいくと地球を1とした時に T ガーデン C は 0.68、 一方 B に関しては 0.95 と、これまで発見された惑星の中で最も地球に近いんじゃないかと言われています。お次は K218B、 はい、こちらは2015年 NASA のケプラー望遠鏡によって発見された地球から約120光年離れた惑星です。でこの惑星が注目され始めたのが去年の9月で、ある研究でウェブ宇宙望遠鏡っていう、まあ、惑星の大気組成を調べられる望遠鏡を使ってこの惑星の大気組織を観測したら、ジメチルスルフィドと呼ばれている硫黄の化合物が発見されたんですよ。めちゃくちゃすごいことだったらしくて、これ地球では植物プランクトンによって生成される化学物質なんですよ。またですね、このジメチルスルフィドの他にも二酸化炭素とかメタンも見つかってて、ただ一方でアンモニアはなかったんですよ。これ何がいるかっていうと、この化学物質の組み合わせっていうのが K218B には大気に 1% の水素を含んでるものの、気候は温暖かつ液体の水で構成された海が存在する可能性があると言えるらしいんですよ。海があるということは生命体がいる可能性があるんですね。いやもう絶対もうおるよそんな。次ケプラー 452B、 はい、これは2015年、同じく NASA のケプラー宇宙望遠鏡によって発見された惑星で、地球からの距離っていうのが約1400光年です、うん、遠すぎ。ただ大きさがですね、地球の約 1.6 倍、質量は約5倍と。で重要なのが公転周期っていうのが385日、地球とほぼ同じだったんですよ。さらに温度もですね、表面に液体の水が存在できる程度の温度だろうと考えられています。まあ、ただ水があるかどうかっていうのははっきり分かっていません。で科学者たちの間では 50% ぐらいの確率で岩石質の惑星だと考えられていて、2015年時点では最も地球に似てるよねって言われてたんですよ、さっきのやつが出るまではね。だからもし表面に液体の水があった場合ですね、その水の蒸発とかによって失われるまでにあと5億年ぐらいの猶予があると考えられてるんで、まあ、もし人間が1400光年移動できる技術を発明できれば移住先の候補としてはカウントできるかもしれないということです。確かにどうにかこの惑星を住めるようにする時間よりも、まあ、どうにか遠くまで行ける技術を地球の中で開発していくっていう方が現実的なのかもしれないですね。はい、というわけで以上ですね、人間が住める可能性があると言われてる惑星についていくつか紹介しました。他にもいくつかあるんですけどね、全部似たような条件です。ただ途中でも言ったようにですね、まあ、すでに海が存在している場所にはですね、我々地球と同じような生命体がいる可能性の方が僕は高いと思っています。ただまたこれは違うテーマになるんで今日は割愛するんですけど、イギリスのケンブリッジ大学のマディスダン教授って方が去年ですね、地球外生命体に関する我々の理解は5年以内に大きな変化を迎えると主張しました。まあ、それで言うとさっき話したこの K218B で見つかったジメチルスルフィドの存在が大きかったと言われています。この K218B が位置する惑星の表面温度っていうのは高
すぎず低すぎず生命に必要な水が存在できるような領域のことをゴルディロックスゾーンと呼ぶそうなんですけど、マデスダン教授の研究チームはこの K2-18b の他にもですねゴルディロックスゾーンにあたる惑星を10個見つけてて調査リストに入れてるということなんで、もしかしたらこの数年の間に太陽系外の惑星で何かしらの生命の痕跡っていうのが見つかるかもしれないということです。はい、と今日はいろんな話をしました。まあやっぱ地球外生命体の話もねちょっとまとめたいなと思いますんで、またその日までお待ちください。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。